はい。どうもこんばんは。委長です。本日も集まりいただきありがとうございます。えっと、本日はですね、えー、福島ふぐ快進撃シャープ2ということで、えー、お送りしてまいります。福島県出身者の階段が今熱いということでですね、えー、お送りしてまいります。福島最高早速広告等々。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あ、音楽ピコついてる。大丈夫かなまあ、あの、これ、最初のオープニングは、あのー、来月 YouTube で土道カットするので、あの、<laughs> 気になさらず。はい。最初だけなので、ね、よろしくお願いいたします。というわけで、早速、本日の、えー、ふぐすま階の語り部の方々をお声掛けしていこうと思います。では、えー、佐先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> なんかもう、佐き先生とは月1回何かでやってるんじゃないかっていうペースで <laughs>、いつもお告知いただきありがとうございます。本当に。 こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいますはい。で、大竹さん、よろしくお願いします。はい,い、5番です。えー、<laughs> 福島県の長通りの出身の、今は、あの、福岡県に住んでる階段収集しております、大竹と申します。くよろしくお願いいたします。<laughs> ますあ、この実家のような安心感、この、このイントネーション、<laughs> 実家のような安心感、字幕オンつって。ははは。 今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。えっと、星城郎さんよろしくお願いします。あよろしくお願いします。誰福島県会津若松市からやってきました、星城郎と申します。よろしくお願いします。あの、先日はお世話になりました。あお世話になりました。え宮橋さんとね、あの、五郎さんのところでお世話になりました。はい。まさか出るとはね。えびっくりしましたね。はい。行った瞬間にね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お手元さんよろしくお願いします。 どうも、おばんですー。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当に、お父さん、先日地獄編もやり、大活躍でありますね、お父さん。いや,いやいやいや、よろしくお願いいたします。中通り出身でございますが。合コンみたいな、なんで出身っちゃうみんな言ってくんの <laughs> <laughs> よろしくお願いします。まあ本当にね、非常に福島県、意外に多いぞ福島県出身プレイヤーっていうですね。あのー、うん、ね、本当に、えだっておかしくないですかおかしくないです。階段みたいな入りですけど、うん、おかしくないですか <laughs> <し>こんななんで東北の一県だけにやたら集中しているのかっていう問題。<laughs> <laughs> なんかね、東京とかならね、私も、 なんか東北のプレイヤーの方って少ないんですけど、なぜか福島県だけやたら多いっていうですね、ことに気がつきまして。これはいけるぞと、福島だけで。お腹中に偽物がいる。この中偽物怖い怖い。どういう。そうそうそう、そんな。私は違います。タヌキが化けてるのかなタヌキかな今言ったやつらが怪しい。この間見たのを、 生で、星白さんの、あの、星白マスク見ましたけど、すご、すごいですね。想像以上にしっかりしてて笑っちゃいました。<laughs> あれ、なんか特注で作ったんですよ、ね。あ、そうなんですか既製品じゃないですかあれ。あ、そうなんだ。はい。オーダーメイドもしてくれるところ見つけたんで、<laughs> はいはい、そこにちょっと注文して <laughs> <laughs> へえ。ー。さすがこだわっのたぬきこだわりのたぬきマスク。はい。はー、あの、あ、もう、 そうか、切れちゃったのか。あのね、あの、あ、まだあ、もう切れちゃったですよね。あの、えっ、ー、と、五郎さんのね、あのー、階段土佐回りの、はいはい、えぇ、ー、山編でですね、僕と星宏さんが、なぜか、突然、階段を喋るというですね。 うん、本当にびっくり。僕なんて気がついたら真ん中に座っててこれなんだろうって思いながら。<laughs> <laughs> なんでって思いながらやってました。主催みたいな。<laughs> そ,そうそうそう。なんでって思いながらやってましたけどね。いやいや、本当によろしくお願いいたします。ではですね。まあ本日はですね。まあ大体二週、大体というか2週ほどですね。この えー、5人で会談を語っていこうかというわけであります。で、えっ、ー、と、まあ、1人1話ずつで2周としていくので、まあ、合計10話ぐらい皆さんで語っていこうかなと。で、あの、あのー、打ち合わせの時にも言いましたけど、うん、福島県にこだわらなくていいですからね、皆さん。本当にガチで。<laughs> <笑><笑>前回途中からいきなり福島縛り始まりましたけど、あの、マジで大丈夫なので、皆さん、僕も一話目違う話をするので、福島県じゃない話をするので、皆さん、あの、お気軽にですね、どこの話でもいいのでですね、あの、よろしくお願いします。あの、そうじゃないとですね、福島開始劇続けていくだけで福島会談できちゃうんで、<laughs> <laughs> できちゃうんで、あの、全然皆さんリラックスしてですね、やっていただければなと言ったわけであります。ではですね、早速1話目の方をやっていこうかな。じゃあ、ちょっと,ょっと順番の方を説明しますと、えっ、ー、と、僕、佐伯先生、大竹さん、お城さん、お手元さんの順でやっていきますのでですね。はい、えー。よろしくお願いします。<い>では1話目の方を早速いこうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、ある女性から聞いた話なんですけど、えっ、ー、と、彼女住んでた部屋っていうのは1階で、 寝てた部屋の頭の先の位置にこの大きな窓がついてたんですよ。で、窓を開けるとすぐ砂利が広がってて、その先には大きなこの空き地が広がってるんですね。で、その空き地っていうのはこう柵で覆われてる、まあ、とこだったんです。で、その日彼女すごく疲れてて、この頭を窓の方に向けて仰向けに寝てたんです。だからこう、パって目開けて。 で、見上げると、このカーテンの下が、この窓にかかってるカーテンの下が見えるようなこんな状態なんですね。で、その朝、まあ、うつらうつらする中もうちょっと寝てたいなぁなんて思ってたら、ぼやって窓の外に人の影が立ったんです。それが、このぴっちりした漫画みたいにこのお団子頭をした痩せた小柄なおばあちゃんの影だったんです。そのおばあちゃんの影がじーっとこっち覗き込んでる。 いや、今時こんなピッチリしたお団子頭の人っていい,いや、珍しいなと思って。え、どっから入ってきたんだ、この人。私の部屋こんな覗き込んで何してんだろうと。ぼやっとする頭でその人のこと考えてたんです。で、見てるうちに、あのですね、だんだんね、腹立たしくなってきたんですよって言うんですよ。もうなんだか全然わかんないけども、 本当に怒りの感情だけがブワーって湧き上がってくるとで。それがね、燃えるような感じで、もう腹渡煮えくり返るとはこのことかっていうぐらいだったと。そのおばあちゃんに対して、なぜか怒りの感情だけが湧いてくるんですでも頭はすごくクリアなんですって。で、とにかく声を出そうと思って口開くと、勝手に口から声が、うーわーってこの母音しか出ないような声が出てくる。 でもそれが、自分の声とは全く違う、自分とはまるで思えない声だったって言うんです。なんだこの声と。思った次に湧いてきたのは殺意だったって言うんです。この人殺したくてしょうがないと。次に出た言葉が、殺してやるっていう言葉だった。そしたら、体が怖くなったって言うんです。 仰向けに寝てるのかかわらず、なぜか背中がものすごく怖い。それがもう防衛本能みたいな、そんな恐怖だったって言うんですよ。で、布団に背中を押さえつけて部屋の中を見渡す。で、パーって跳ね上がって部屋を飛び出して家族のところに飛び込んでいった。で、ものすごく彼女は怖かったんで、もう家族を見てもそのことは黙ってたんですって。 で、しばらく経った時に、いやー、この間こんな怖が、怖いことがあってね、って友達に話をした。そして彼女は、そのおばあちゃんが出た時のことについて話してて、あって気がついたって言うんです。それがね、いいんですよ。あの、ね、園長さん想像してみてほしいんですけどって。仰向けに寝てって、窓に映る人を見たら、 私の頭のすぐ先に、窓を覗いてる人の胴体があって、そして相手の頭が来ますよね。それが逆だったって言うんです。その影のおばあちゃん、頭のすぐ先におばあちゃんの顔があったんです。逆さまだったんですよ。どうなってたんですかね。えー、その風におっしゃっておりました。えー、逆さまの影というお話です。ありがとうございました。 うわ <laughs> なんかこう、あれですよね、なんというか、おばあちゃんと、なんか全く別種の、なんかこう、体に憑依してたのかみたいな、なんかね、同じもの、<ー>なんかね、出てきた人たちて殺意を抱くっていうのも、なんか変なは感じだし、なんか、ちょっとそういう意味で、ちぐはぐな話なんですよね、なんか。うんうん なんとなくこのねでなんかこの通り魔的な感じでこう人にくっついているのかみたいな、うん、これ以降別に何にもないっていうんですよねこれ一回きりですと変なうお話なんですけど逆さまバーかそう逆さまバーとバーを殺したくてしょうがない何かうん、うん、ねその怒りの感じだけは言って人に殺意湧くって ないじゃない、いや、わかんないですけど、なんか皆さんあるかもしれないですけど。ないですよ、普通 <laughs> 大。大丈夫ですか大丈夫ですかはい。<laughs> ねなんかって、な、ないじゃないですか普通に生きてって。うんうん、パて会った人に殺意。うんうん <laughs> って、なんか、され、見ただけで殺意とかないじゃないですか。うん、うん、と僕は思うんですけど、はい。大丈夫ですかね。はい。なんでそんな恐ろし時折はありますよ。時折は。怖いわ。どういうこと佐伯先生の激励に触れるってどんなやつですか佐伯先生めちゃくちゃ怒んなそうなのに。 なんかニコニコ怒ってそうです、ねあはい。あでも確かに怒るとき佐伯先生なんか黙って刺しそうっすよねなんか腹とか。<laughs> <laughs> ニコニコして刺しそう。そんなことないですよ。<laughs> そんなことない <laughs> 穏やかだな声穏やか。ありがとうございます。ではではじゃあ佐伯先生よろしくお願いいたします。<laughs> あよろしくお願いします。えっ、ー、とですね、あのー、ちょうどこの前ね、えー、あのー 3月に園長さんいや吉田会長と一緒にイス会談ということでいろんな方のご協力をいただきながらあの素晴らしい本を上司させていただいたんですけど、えー、あのその中にやはり座敷今結構その竹書房の方でもうん、うん、東北の会談の本といいますか。うんうん 出てて面白いなって思うんですけど、ええ、あの、宮沢賢治っていう有名な作家ですね。ええ、銀河鉄道の夜とか、ええ、雨にも負けずとか、そういう、ええ、あの、まあ、遠く、まあ、岩手出身の、まあ、有名な宮沢賢治っていう作家がいるんですけど、ええ、彼もですね、その座敷わらしに関する、あの、作品を残してるんですね。ええ ちょうど、遠野物語が出てから、あの、ちょっと後ぐらいですね。はあ、座敷ぼっこの話っていうことで、あの、そういう作品があるんですが、4編ぐらいですね、短編なんですが、4編ぐらいですね、その座敷、座敷ぼっこ、座敷わらしですね、に関するエピソードっていうのが書かれているんですが、 その中の一つに、あの、どれもね、ちょっと印象深いんですけど、その中の一つにね、特に印象に残ったエピソードがあるんですが、それをちょっとご紹介させていただくと、<laughs> 子供たちがね、えー、大道巡り、大道巡り、一生懸命、こう叫びながら、ちょうど10人の子供らが、両手をつないで丸くなり、 ぐる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 屋敷の中を回っていました。どの子もみんなそのお家のお振る舞いに呼ばれてきたのです。多分その旧か大きなお屋敷でお振る舞いごちそうが振る舞われたと。ねえ、まあその地域の子供たちが来ていた。ぐる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 回って遊んでおりました。そしたらいつか11人になりました。 一人も知らない顔がなく、一人も同じ顔がなく、それでもやっぱり、どう数えても、十一人だけおりました。うん、その増えた一人が、座敷ぼっこなの、座敷ぼっこなのだぞと、大人が出てきて言いました。うん、けれども誰が増えたのか、とにかくみんな、自分だけはどうしても、 座敷ぼっこではないと一生懸命目を張って、きちんと座っておりましたが、きちんと座っておりました。うん、こんなのが座敷ぼっこですっていうね。は<ー>まあ。エピソードの中は一つなんですけど、うん、子供たちがね、この大道巡り、大道巡りって言って、うん、座敷の中をぐるぐる回るんですよ。うん、手をつないで。うん、ちょうどね、かごめかごめみたいな、 そういった遊びと、ではないかって言われてるんですけなるほど。で、カゴメカゴメもちょっとルーツいろいろあって、うんうん、それも高齢術の一つなんじゃないか、なんてね。言われるんですけど、子供たちがこう遊んでると、知らない間に一人増えている。うん、でも、誰が、そのもともといた10人と、 別に一人増えているのかっていうのは判然としないんですね。んこんなのが座敷木こです。この、こんなのが座敷木こですっていう、あの、フレーズが繰り返されて、他のエピソードも語られていくんですけども、やっぱり東北全域多いんですよ。<ー>で、この前、えぇ、ー、あいつ会談の方でもね、えー、昭和村出身の奥山さんっていう女性なんですけれども、うん 昭和村っていうのはもう今風光明媚な場所で、合図の中でもね、うん、あの、非常にいい場所なんですけども、昔はちょっとアクセスが悪くて、あの、そういった昔の奥山さんとかのお話聞くと、その大雪が降った時とか、本当に交通が遮断されてしまってアクセスができないと。<ー>なんでね、あの、昔はそのヘリで、その食料をね、 あの学校の庭に投下して、うん、はあ、すげえ、ほうほうほうちょっとそういうサバイバルな、あのーまあ、今となっては、このちょっとレトロな感じというか、風流な感じというか、うそういう時代もあったようで、で奥山さんのお母さんが、その昭和村で、えー、お母さんの実家ですね、まあ、もう以前からその旅館業を営んでらっしゃったんですね。うん でこれ奥山さんも、われわれよりも年上の、あのー、女性の方で、いろいろ教えてくれる方なんですけれども、この方はまだ小学校の頃なんですよ、まだ昭和の頃ですね。で、旅館業を営んでたんですけども、うん、当時は、ね、移動映画館というのがあったらしくて、その映写機というものをが移動してくるらしいんですね。うんうん、で、映画が上映できると。 で、昭和村にも小学校がありまして、その旅館からも近かったんで、夏休みに入るとね、そこに夜、あの、地域の子供たちを呼び集めて、うんうん、上映会やってたっていうんですよ。うんうん、で、奥山さんはその昭和村に住んでる子じゃなかったんですけども、その実家の、お母さんの実家の旅館の手伝いっていうことで、えー、よくそういった夏休みの間は呼ばれてたんです。うん で夏休みの間いるんでね、その地域の子供たちとももちろん、あの、一緒に遊んだりしてるんで、よく見知った仲だったんですね。うん、で、ある年の夏休みなんですけども、で、その夜もね、上映会がまた来ますよってことで、で、奥山さん,奥山さんもそのお手伝いで、えー、お手伝いすることになったんです。で、もう地域の子供たちっていうのはそんなに多いわけじゃないんで、うん 誰が何人来るかっていうのはもうあらかじめ分かってたっていうんですね。なのでね、旅館の方で、えー、その映画見ながらお菓子食べられるように、人数分だけね、うん、あの、菓子袋を用意してたんです。で、日が暮れて、もう、とっぷり日が暮れて、真っ暗ですね、もう街灯もないんで。で、奥山さんはね、その、 旅館の、えー、その映画を上映する大広間ですね。うん、戸口があるんですけども、その入り口だけ開けて、で、そこに立ってね、えー、用意してた菓子袋を、あの、やってきた子供たちに、一個ずつ渡していくんですね。うん、ちゃんと人数分用意してあるんで。うん、で、まああの、これからね、映画が始まるんで、うん 大広間の明かりも落とされてて、このぐらいんですけど、ただ廊下から入るときは顔見えるんで、うん、一人一人にお菓子は渡していくんですね。うん、子供たちすごく喜んで、菓子袋を受け取って、その暗い広間の中に入っていくんですよ。うん、で、奥山さんは、その用意した菓子袋ですね、一人一人渡すたびに、 顔を見ながら、頭数もちゃんとカウントして、うん、私そびれ、あの、私そびれとかあったりするとね、うん、悪いんで、ちゃんとカウントして頭の中で渡していったんですよ。うん、で、すっかり渡し終えて、で、子供たちが、そのお昼間の中に座るんですね。うん、で、お昼間に用意された、その銀幕に、映写機からの光が当てられて、うん 映画が始まるんですよ。で、子供たちも黙って、その映画に見入ってるんですけど。うん、しばらくすると、後ろで見て。あの、その様子を見てた奥山さんは。違和感に気づいたんですよ。うん、あれ。子供の人数一人多いなって思ったんです。座ってる子供は映写機と銀幕の間にいますから、うん、その影が。 その銀幕に投影されて影が浮かび上がってるんですよ。うん、まあ、後ろから見てるんで、そう見えるんですね。でね、奥山さんおかしいなと思って、菓子袋の数もあらかじめ用意して、手伝いもしてたんで、間違えるわけがないんです。映画が佳境に入ると子供たちも夢中になって見てるんですけど、うん、奥山さん何回も人数数えるんですけど、 明らかに一人多いんですよ。誰なんだろうって。そうこうしてるうちに映画終わりまして、子供たちは、もう来た時と同じようにですね、満足した面持ちで、その入ってきた時と同じ戸口から、そこから、そこしか、あの、解放されてないんで、<laughs> そこから一人一人帰っていくんですよ。で、おかしいなと思ってた奥山さんは、その出ていく子供たちの顔を、 一人一人確認していくんですよ。えー、この子はどこどこのあの子。うん、この子の、この子はあの家の彼とその弟。一人、うん、一人見ていくんですけど、その増えてた一人っていうのが誰なのか全く見当つかないんですね。うん、子供たちの列流れてって、うん おかしいなと思った奥山さんは思わずね、口に出ちゃったんですよ。うん、誰か、その人数分用意したお菓子なんですけど、誰かお菓子袋もらってない子い,いなかったのかなって一人落ちたんですね。うんうん、そしたらもう全員退出したその大広間の奥から、どうして分かったのって、小さい女の子の声が聞こえたってんですよ。うん、もちろんその広間に誰もいないんですね。 で、ちょっと後日談なんですけど、これ合図階段には書いていないんですけど、うん、やっぱり豪雪ですから、合図は。昭和村も大雪降った時に、その旅館の屋根の上に上がって、奥山さんが、えー、傘と美濃を着てたっていうかな行ってたかなその時は。うん、それで、屋根から雪下ろしを、あの、やってたんです。小学校、高学年。うん、まだ、 あのー、幼いというか、若いんですけれども、家のためにね、そうやってお手伝いしてたんです。そしたら、そこを通りかかった村の人が、うん、わって叫び声を上げて、後ずさったんです。何、うん、だろうと思って、奥山さん、振り返ったんですよ。驚いた顔して、ここに、あのー、腰を抜かしたようにね、いるんですよ。うん、ごめんなさい、なんとか屋の奥山です。手伝いで来てるんです。 そういうふうにそのびっくりしてるお年寄りに挨拶したって言うんですね、うん、そしたらそのお年寄り立ち上がりながら言ったって言うんですよあの安堵の息をつきながらまた出たのかと思ったよっ<笑><笑>その旅館って座敷嵐出るってその地域でも有名だったって言うんですよ、うん、<laughs> こんなのが合図の座敷ぼっこのお話でございます ありがとうございます。すげえ。ああ、その後日たん暑いっすね。やばい。<laughs> はあ<ー>。もうちょっと、あと少しだけ、はい、あの、プラスアルバスすると、はいはい,はい、はい、えっと、アイズクラブの取材のために12月ぐらいに、はい。アイズに私お邪魔してですね。はい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 。アイズクラブのカズさんとかにも連れてってもらって、うんうん、あの、いろいろスポット、うんうん、あの、一緒に連れててもらったんです。うん、その中に、 とってもおそばが、あの、そうかっぽ旅館ですね。うんうん、とっても有名な。山の上にあって、会津盆、あの、会津若松が。うんうん、天気がいい時は見張らせるような、うん、そういった有名なところがあって。うん、で、そこにも座敷わらしが出るっていう有名なんですね。うん、で、私が行った時はね、と、あの、もう大雪降ってたんで、うん あの山のふもとは見えないんですけども、うん、で新そばの時期だったんで、うん、一緒におそばいただきながらもうすごくおそば美味しいんですね、うん、天ぷらあとはあのアイス独特のあれなんて言いましたっけあの大根おろしのああはい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 ,いえっ、ー、とね言葉が出てこないんだよなこの年齢になると <laughs> 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 まあそういった美味しいお蕎麦食べながら、運んできてくれた、そこの従業員の、えー、アルバイトの女の方に、あの、若い女の子に聞いたんですね、座敷わらしの。話ないんですか私は夢の中に出てきたことがありますって。へー、ほう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 。その夢の中で、うん、昨日来たお客さんが、オレンジジュース、あの、まあ、座敷わらしが言うには、うん 昨日来たお客さんがオレンジジュース出してくあの、置いてってくれて嬉しかったからお礼言っといてって。はあいろいろまあそういうあの他にもちょっとまあいずれまた機会があればお話。あのー、ーサッ作家の松本エムザ先生いははいいはい,はい,はい、はい、その方があいつちょうど僕らがあの出版記念イベントをあそこ。あの 福島県立博物館の方でされた時もご来場されて、えー、その後そこに、あのー、いらっしゃったこれはまあ X の方でもおっしゃってたんで、えー、そこにお泊まりになったのかなお<ー>その際に、えー、ご主人と一緒に旦那さんと一緒に泊まり宿泊されたようでうん、うん、その時のエピソードも。 X には、あのー、えー、投稿されてましたね。<ー>それは、この投稿を見てみてください、ね。はあ、すげえ。はーちょっと不思議なことが。<ー>いいですね。面白いんですよ。おいい。良、はい。そして、この、あのー、 移動博物館、あ,あ、博物館で映画館っていう、こう、今ではもうない文化じゃないですか、なんていうか。そうですね。ねうん、そもそもそれもあって、ノスタルジー感がすごいあっていいですか、ね、そう、そうなんですよ。ねたのう、これあのね、奥山さんから、ね。そうですね。聞いたときね、すごく、なんだろう、いい雰囲気のお話だなと思って、その移動映画館のこの、陰幕の、うん なんか古きユキ時代のなんかお話。うん、誰かが、いつの間にか誰かがいるっていう、この、うんうん、東北のこの座敷わらし的なお話といいますか、こういう話がまだ今、まだ残ってるんだなっていう。そうですね。 本当に貴重なあのお話をお聞かせいただいたなというところで。貴重ですよね。はい、これ、頑張って収集しないと、本当にいずれ失われるかもしれない会談じゃないですか、うん、これって。うんうん。多分、これ、表に出てないだけで、うんうん、こういうお話いっぱいあると思うんですよ。あー、うんうんうん。でも、それを体験された方、記憶されてる方がどんどん あのご高齢になった場合、うん、お亡くなりになることもあるからそうですよね、うん、こ,れこういったことを採取するっていうのはちょっと時間との勝負にもなりましてなのでだからだからこそねやっぱりああいうアイスクラブの怖い部屋みたいな、うん、あのこういったそういった集いがあってこの流れでこの後は田能寺。 磐梯磐梯熱海のとあるホテルでもやっぱり佐し木らし的なお話聞いたことありますね体験した方もすごいんか磐梯熱海まで来るとだいぶもうほぼ中通りじゃないですかうんうんそうで間近いですねですよねへえちょっとこれ軽く余談なんですけどこのお話えっと 先週の月曜日の赤い VR 階段会ら赤い部屋でちょっと話そうとしたら、話をしようとするたびに音声が、あ、うん、これかこの話はいはいはいええ。になってましたね。この話せ<あ>なかった話があると、これだったんですね。そうなんです。これ、 でもね、この話というか、うん、多分、私、その日の昼間、うん、あの、稲賀城の、あの、稲賀城,城跡、稲賀城城跡亀ヶ、はい、城っていうのが、鶴ヶ城の他に、亀ヶ城っていうのが。はい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 。城いはいはいはい。はい、ありまして、そこにちょっと行ってきて、そこもい々、あの、老騒のお話からありますけど、うん、なんかそこ、なんか急にね、行くっていう流れになったんですよね、うん、なんか。 と降って湧いたようになんか行くっていう流れになって、うん、すごい山城なんですけどねもうすぐ後ろに磐梯山が迫ってて、うん、であの二の丸のからは猪苗代盆地からで遠くにも猪苗代湖が見えるみたいな絶景の場所なんですけどこ、うん、こもいろいろちょっといろんなわくというかエピソードがある場所なんで、うん、その日の夜だったんで<ー>そのタイミングなんか関係してんのかななんて思いました。ど<ー> 僕、あの、入れ違いで赤い部屋行ったら、なんか、すごい友達がわーよってきて、いやー、佐伯先生今日やばかったよみたいな感話,話そうとする度さーみたいなのを聞いた。これだったんですね。うん、はー。だったんですけど。うん、なるほど。えー、そして、いやー、いいですね。確かに僕もちっちゃい時川母方の実家行った時に、 うん、茶の間にはおもちゃを置かなきゃいけないんだみたいな話をされて。なんでって聞いたら、いや、わかんないけどそういうことになってるみたいな。か <laughs> 僕<ら>今考えればそういうあれなんでしょうね、おそらくね。 なるほどありがとうさっきからコメント「お菓子が足りないぞお菓子になってか」っつって「<ー>オレンジジュースか」ってもうデスペナルティですねもう <laughs> 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 デスペナルティですよもう <laughs> ねえそうそうかわいいねどうしてわかったのってねでもなんかこう、うん、実物を築いてほしいというわけではな,ないところに何かこうささやかさを感じるんですよねなんかこの優しさじゃないですけど。 なんか距離感がなんか絶妙っていうか。絶妙ですよね。なんか。う,んうん、そう私もいるよって言ってるようで。そう,、うん、うなんですよね。ねなんかこう、うまくこう、うん、訴えかけてきてるっていうか。うん、面白いですよね。面真っ白いです。なんかいい雰囲気のお話ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。<夏>ではでは、じゃあ次。大竹さんよろしくお願いいたします。 はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私、あの、福島の、えー、中通りの、えー、本当に田舎の村の、うん、本家の長女なんですよ。うんうん、で、まあ、あのー、私ぐらいの歳でも、やっぱりそういう田舎なんで、うんあのー、母が私を身ごもって、うん、女だって分かった瞬間、あの、みん石飛んでくるんですよね。こう あ男じゃないっていうので、<ー>長男を産めないのかみたいなので、うん、母もだいぶひどいこと言われたみたいなんですけど、うん、でもいざ私が生まれてみたら、うん、もうみんな手のひらロって返して、みんな親戚中からたくさん贈り物をいっぱいもらってたんですよ。うん、で、あのあれは小、保育園に通う前なんで、まだ3歳ぐらいの頃に、うん、あるあの、後ろ側のおばちゃんっていう親戚のおばちゃんから、うん、うち息子ばっかで使わねえから、 ってってあの大きい人型の人の形をくれたんですよ身長が 1m はあるこうメルちゃんみたいな顔してるお人形でその頭と手首と足首がプラスチックでできててで体はこう布に綿が詰まってて関節に縫い目があってこう立てかけたら座らせたりもできるような子だったんですけど。 用紙がショートカットで、お洋服がピンク色を基調にしたものを着てたんで、うん、中性的な印象の人形だったんです。うん、で、私、この人形がすごく好きで、でずっと二人で遊んでたんですけど、うん、でも、ある時この人形どっかに行っちゃったんですよ。うん、で、これに思い当たる節があって、うん、あの、私、この人形と、その当時、意味もわからないまま、あのちょっと性的な遊び方をしてた記憶があるんですよ。<laughs> あの、人形のおててをこう、うん、自分の胸にこう当ててみたりするみたいなのを、の記憶の断片が残ってるんで、うん、あ、あれを母が見てて、そのまあ性的な教育上、うんうん、良くないなっていうので片付けたんだろうなって思ってたんです。うんうん、で、大学生になって上京して、で、夏休みになって実家に帰省をしたんですね。うんうん、で、母の晩酌に付き合っていろいろおしゃべりしてると、なんか懐かしくなってきて、 あの、この話をしてみたんですよ、人形の話を。うね、うん、あの、うっすのおばちゃんがくれたあの、大きい人形覚えてるって、声かけたら、うん、それまで陽気に酔っ払ってた母が急に静かになって、うん、ああ、あの人形はダメだよ。って言うんです。うん、何回も帰ってくんだから。へえー、うん。 で、母は、そもそもラッピングもされず渡された汚れたこの人形を薄気味悪く思ってたそうで、で、ある日、それをね、その自分の娘が一番気に入ってるっていうのも、それも気持ち悪くて、ある日、家の一番奥にあるチョコの、そのさらに奥にある霧ダンスの上に人形を隠したそうなんですよ。で、次の日、 お夕飯作ってると、私の楽しそうな声がして、で、何で遊んでるのかなって様子を見に行くと、隠したあの人形と遊んでるんですって。で、何度も、何度もその後、私のと手の届かないタンスの上に人形を隠すんですけど、うん、この度気づくと、私はあの人形と遊んでる。で母は、もう祖父母が人形を見つけて渡してるんだって思って。で 家から少し離れたところに物置があって、うん、夜中にその物置に人形を隠しに行ったんです。うん、で、これで祖父母も見つけられまいってそう思った次の日、私、あの人形と遊んでたんです。何回も何回も何回も戻ってくるからさ。だからもう、燃やしたの。田舎なんで、 家のすぐそばに畑があって、うん、その畑の端っこの方にの可燃ゴミ、あの雑草とかを燃やすためのドラム缶があったんですよ。母、うんはあ、そこに人形突っ込んで燃やしたんですって。うん、で、ダメだよ、あれは何回も戻ってくんだからで、そう言って寝てしまった母にタオルケットかけて、うん、私、書庫に向かったんです。うん、手前の部屋の電球を豆電球にして、うん の薄明かりの中、書庫の襖を少し開けて、中に入らず私、ゆっくり襖を閉めたんです。うん、霧ダンスの上には、あの人形が座ってました。<ー>人形っていう話です。<laughs> ありがとうございます。こえ怖怖わー。その人形が、はい、ま、だ、まだ、 ありますは<ー>実際に。かに。怖っ<ー>えぇ、ー、すげえ嫌な話って声ならマジで本当怖いよね、嫌な話って。はぁ、なんでくれたんだろね。確かに確かに、なんか由来いね,ね,ねえそのおばちゃん時代も知りたいですよね。うもうなんか 後からそのおばちゃんなんかあったんじゃないかみたいな感想をいただいて、うん、よくよく思い返してみたら、うん、なんかその後ろ側のおばちゃんどうも女の子が欲しかったけど恵まれなかったみたいな話を聞いた覚えがあってなんかそれでなんかここでは言えないような変な嫌がらせされたなみたいな<ー><ー>変な念がこもってた、ね 多分、ちょっとあんまり、あんまり言,言わない方がいいよ。やばそう、やばそう。<laughs> あ<ー>やばい、やばい。はぁ。うわいやうおすげえなーなんか、しかもこの、なんだろう、変な言い方ですけど、この身体的な接触したからこう、より、なんか、パワー伸してそうな感ありますよね。<ー>なんていうか。 わかりますなんかこの感じ。なんだろうなんか、ガラスケース入れて置いといたじゃなくて、うん、なんかもっとこう人として接してたみたいなところが、よりなんか、すごいひ、なんか人間になりつつある感がある気がする。なあそうですね。そう,そうそうそう、なんか。なんかその性的な遊びとかっていうのも、普通だったら、そういうふうには、ならないかなと思うんですよね。う なんかこの変な歪んだ何か、糸のも一変なものがうん、うん、垣間見える気がしす確かに、なんていうか。そういう、うんうん、そういう因が動いてる感じしますよね。うんうんうん。はあ、怖っ <laughs>。人の怖、人間の怖さと人の怖さと。確かに確かに。ね、あ<ー>まだあるっていう怖さですね。ねまだ家にありますっていう。<laughs> 家にあって、父に頼んだんですよ。実家にいる父に。あのあー ダンボールで福岡に送ってくれて頼んだんですけど忘れちゃってるみたいなんですけど、うん、なんかうちの父が最近あの娘が怪談活動してることを嗅ぎつけたらしくて、うん、配信を片っ端から聞いてるらしいので、うん、これも聞いたら <laughs> 父は早急に「人形を送ってください <laughs> 指針じゃないですかビデオレターみたいな <laughs> 海を越えるわけですね海を,海を越えて。 いや、でもすごいな。それ、運ぶ人、すごいな。なんか、<laughs> 郵便局とかの人、<laughs> その、いわ <laughs> くつきの人形を運ぶことになる人もね。あ,<ー> <laughs> あ、だから、だから、その、なんか、運送階段みたいなのも、うん、ああ<ー>。あるんでしょうね、その荷台の中で。ああ、うん、なるほど。確かにい、うん、なんか、他の方であれなんですけど、詳細は語れないですけど、いた子さんが、あの、うんうん、バイク便の人 話してた時あったっすね。はいはい、この荷物俺何運んでんだろうみたいな。あ、すごい怖い、それ。<laughs> そうそうそう。みたいな、そういえばありましたね。<laughs> <ー> <laughs> うん<ー>。そうだ、バイクリンの人の話ありましたけど、そうですよね。どこに地雷あるかわかんないですね。本当ですよ。どこに地雷あるか本当ですよ。<laughs> <laughs> ねえ。はありがとうございます。<お>ではではでは、タドウ字よろしくお願いします。いはい。 よろししくお願いします先ほどね佐伯、あのー、先生が「他の字の功績だな」って言ってくれたんですけども、うん、まああのー、ちょっと話を始める前にちょっと会津クラブの「怖い部屋」っていうですねうん、うん、X のスペースの紹介をさせていただきたいなと思うんですけど、うん、これがねちょっとこじつけもあるんですけどちょっと新霊じゃねえや階段になるんじゃねえかなってって。ほうほうほう あのー、ま、あ俺が、あのー、ま、あ6年がそんぐらいの頃な、前ぐらいなんですよね。うん、あのー、会談収集始めようと思ったの。まあ、あ動機は簡単で、うん、あのー、ま、あ目立ちたいからとか。正直、正直言ってたよ。俺もあの、亜美さんとか、谷さんとかと一緒の舞台立ちたいみたいなね。そういう欲望があって、うん、ちょうど大コアがあった頃なんですよ。はいはいはい。 大コアとかがあってちょっと大阪とかにあの郡山からギャラクシー号っていうやつで遊びに行ったりとかして高速バスですよね <laughs> 深夜バスでねスで11時間ぐらいかけて行来たんですよ。はい、でその時にですね、まあ、あの京都の有名神社回ってやろうみたいなのがあって <laughs> うん、うん、その中にですねあの安いコンピラグっていう縁結び縁切神社があって、うん、そこで。 縁ああ結びたいもの縁切りたいものみたいなもん書く、うん、書いてそれを貼って、うん、なんか岩をくぐるって戻るんですよね確かでそれで結びたいものにもっと階段と縁を深めたいですって書いてペタッと貼ったんですよはあそしたらその年のえー、っとですねその年にその会社の同僚からあの私が行きつけの日本酒バーの 店主が階段持ってるよっていうことを教えてもらって、うん、行ったバーっていうのがその<ー>でそれから話聞いてるうちに1回で10話ぐらいもらあのこれ使っていいよみたいな感じで話してさせていただいて、うん、で他にも友達がいてその人も持ってるからって言って紹介してもらったのが「とあの 会津若松市内にあるこれも会津階段乗ってるんですけど、うんうん、あの戊辰戦争で鶴ヶ城の血を吸った廃材でできたお寺っていうところがあるんですけどこそこの奥さんがその佐伯先生に話に出てくる奥山さんなんですよ。でその3人で今のところその会津クラブの怖い部屋っていうので活動してますということで、うんえー、まあ主な活動内容としては1か月のスペースとあと。 竹書房のマンスリーを応募するっていう活動を地道にちょっとやってますっていう感じでちょっとまあここまでがちょっと枕とさせていただいて今日お話ししようと思った話がですねまあコミ見翔なりにまあ3か月前でしたっけこの福島大進撃そうですねそんぐらい前ですかね、ええ、この時に出てきたまあお手元さんの「うんうん、Z 池」の話に今頃ちょっと。 ようかぶせだからまあお手元さんの一家の話っていうのが<お>まあ,あのお手元さんのお父様が、えー、30年ぐらい前にあのー、なんかアクロバティックさらさらみたいなのを見たみたいな、うん、そんな話だったと思うんですけども、まあ、背の高い女に追っかけられたって話ですね。 ま詳しくはもう前回を、福島大震、大会進撃を見ていただいてというところで、うん、それを確かね、X のその、合図クラブの怖い部屋にお,お手元さんが来ていただいたときに話していただいたと思うんですよね。うん、はい、スペースでも話しました、アイズクラブで。で、それを聞いた奥山さんの話なんですよ。<お> <laughs> あ、そこねって言って <laughs>、うん。 話話しててくれた話があってその奥山さんの友達のバンドをやってる人がいて当時、まあ、多分20代ぐらいなんでだ多分30年かそんぐらい前だと思うんですけどもまあ南側の Z 池の南側の住宅に住んでいてそのバンド友達とまあバンド活動をその夜夜までやってで5人でその夜練習終わって、えー、まあ 噂のゼット池のあたりを、の裏側って言ってましたね。裏側を歩いてたと。<laughs> そしたら急に、その対岸が、わーってなんか明るくなったんですって。<laughs> で、お何んだと思ってみんなでそっちパッって見たら、白いワンピースを着た小さい女の子が、<laughs> あのバレリーナ踊ってるみたいに、片足を上げてくるくる回ってたって言うんですよ。<laughs> で女の子はまあ小さな子供でまあ小さな子なのかまあ、その方がそのバンドの方が見たのはもう対岸でちっちゃな女の子だから、まあ、どんなことが起きてるのかまあ、どんな顔をしてるのかっていうのは、まあ、詳しくは分かんなかったって言ったんですけど白いワンピースを着たちっちゃい女の子が黒い、まあ、夜だから暗かったっていうんです周りは。うんうん、なんだけどその女の子だけが妙に白くてふんわり。 明るかったって言うんですね。で、片足でくる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 ずーっと回ってたって言うんですよ。で、それをまあバンドの後に全員が見た。で、見たって思ったんだけど、怖くてそのまま何も反応せずに、とことこある、気づかないふりして歩き去ったって言うんですよ。で、みんなこう家に帰ってから、あその、携帯かなんかでちょっと連絡を問い合って、うん、あれ、Z 池で、 見見見たたたよなだから5人とも見てたっていうんですよそのあやち少女そういう目撃情報がありましたという話を今回させていただきましたはあ<ー> <laughs> すげえやな,な,んなんですかね Z 池のそういう女ってはい <laughs> あ なんか、新年スポットでもあるんですかね ?Z 池って確かある。そうなんだ。結構有名みたいですね。あ、そうなんすかあそこ。へえ。スポットとして有名みたいです。あ、でも夜暗いっすよねあそこら辺確かに。うんうんうん。暗い、確かに。結構でかい池なんですよね。でかいっすよねあそこね。はい。僕のみんな Z 池って言っどこかわかってる。 い。やー、なるほど。どうすか、階段やってて、階段やってて、やっぱり、一番ぐらいこう、面白いのが、こうやって繋がっていくときですよね。ああ、そうないや確かに、確かに。階段、いいなーってなりますよ。階段いいな、しみじみとね。しみじみしちゃいます。いやー、でも。はあ。 地地元ね、え別個体なんですかねねえ、うん、でもアクロバティックな動きはしてますねあ確かにそうそうそうなんですよねバレリーナみたいなね動きーはあ、すげえ面白いんう面白いうーんうわあそこなんかあるんだなやっぱはあ え独演会の後、寄って帰ろうかなぁ。寄れるんちょっとこう、池のほとりでね。池のほとりで、ちょっと、来ました、つって。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございました。では、お手元さん、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。本家の長男、お手元でございます。東京に逃げてきちゃったんですけどはい、私は。 結構言われましたけどね。はい。<laughs> なんですが、私今東京にはまあ住んでるんですけども、うんうん、つい先月呼び出されまして福島に帰ったんですよ、実家に。というのも祖父が亡くなりまして、はい。で、その、まあ、お通夜だったり、国別式に参加するために帰ったんですね。うんうん、で、祖父は90でしたかね、去年。うんうん、はい。 で、家の、私の実家から、こう、徒歩3分ぐらいのところにある一軒家に、一人で住んでたんですよ。で、まあ、その一軒家もだいぶ古いお家で、あの、震災はこらえたんですけど、もう築50年ぐらいになるんですかね、2階建ての。まあ、そのへ、その家に、まあ、一人で住んでて、たまに私の弟が、こう、まあ、様子見がてら泊まりに行ってたような、そういう生活だったんです。 で、まあ、肺炎で亡くなっちゃいまして、その病院から、えー、お通夜の前の日にごい遺体がですね、こう、そのじいちゃんの家に運ばれてきたんですよ。安置されて。はい。で、まあ、その状態で誰も止まらないのは、ちょっと、まあ、物騒でもあるし、うん、まあ、良くない。まあ、先行も絶やさないようにしようなんて話をして、うんうん、まあ、私の、えー、二つ下の弟と四つ下の弟が止まったんです。うん で、二つ下の弟が二階の和室に、まあ寝ることになりまして、うん、で、えー、四つ下の一番下の弟が、まあじいちゃんの、え、まあ、遺体がある寝室の隣の茶の間に布団敷いて寝ることになったんですよ。うん、はい。で、まあ、えー、電気け、あんまり消しちゃいけないらしくて、まあ電気をこう薄くつけて、一、うん、階の弟が、まあ、じゃあお休みって寝て、で、 二つ下の弟が、ま、二階に上がって、ま、寝てたんですよね。うんうん、そしたら夜中、突然、トン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 って誰かが上がってくるんですって。で、階段を上がりきると、そのすぐ隣が、えー、弟が寝てる二階の和室なんですけど、そこでピタッと足音が止まるんですってね。で、そこで音が止むんですって。 降りる音しないんです。何なんだろうなとこう、寝ぼけ眼で聞いてたんですけど、うん、それからしばらくして、また下から大人の男性が上がってくる音が聞こえたらしいんです。うん、やっぱり上がりきったところで音が止まるんですよ。うん、それがもう一回あったって言うんです。はあ、夜中のもう2時3時頃。うん で、いもう3回目は、もういい加減、これおかしいなと思って、うん、その1回で寝てる弟が上がってきてるのかなっていうふうに思ったらしいんですよ。うん、で、その弟の名前をこう、呼んだんですね。まあ、翼って言うんですけど、うん、翼、なんか用なのって聞いたんですけど、何にも返事はないらしいんです。うん、まあまあ、まあこの話は終わりなんですけど、うん 結局、あれは、何だったのか、じいちゃんだったかもしれないなっていう話で。はあ、で、その、じいちゃん家ってのが、うん、ちょっと、曰くというかがある場所で、曰くと言いますか、私の母親は、あの家気持ち悪いから入りたくないって前から言ってたんですよ。<ー>まあ、じいちゃん暮らしてた頃からなんですけど。<お>で、二番目の弟が、まあ、 ちょこちょこ、ええー、それこそ高校生時代から泊まってたことがあったんですけども、うん、ええー、自分しか家にいないはずなのに、一階でカーテンの開け閉めをする音がしたりとか、うん、廊下を誰かが歩く音がするとか、うん、まあそういう家だったんですね。うん、で、これはまだ、えー、少し遡ってじいちゃんがまだ生きてる頃だったんですけど、うん、夜ですね、その二番目の弟がじいちゃん家に行こうと思って、 まあ、えー、実家から歩いて向かって、玄関をガララって開けたんですね、引き戸、うん、で、その玄関を開けると、ま、えー、っすぐ廊下が伸びてまして、うん、で、その奥に、こう、風呂場があるんですよ。うん、で、その日はですね、ガララって開けて真っ暗なんですけど、その廊下の突き当たりのところに男の子が立ってたんですって。うん 小学1年生ぐらい。で、その、まあ、あ半袖短パン。はい。まあ、あ今いてもおかしくないような服装の子だったらしいんですけど。あっ,って動けなくなっちゃったんですね。その子を認めて。そしたらその子が、とっ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 てその廊下を走ってきて、弟の目の前でピタッと止まって、弟を見上げてじーっと見てるんですって。うん で、弟は、なんかこの子は、まあ、遊びたいのか、構ってほしいのか、とにかく自分に興味があるんだと思って、ゆっくり首を横に振ったんですって、うん。そしたらその子が、ちょっとがっかりしたような顔をして、何も言わないまま、厳しく返して、トットトトトッその突き当たりまで行って、その風呂場の方に入っていったらしいんです、うん。ではっ と割れに帰った弟が、明かりつけて廊下をこう歩いて行って風呂場見たんですけども,もちろん誰もいなかったんですね。うそういうこともある家なんです。うん、で、じいちゃんの家の目の前にこう電柱が一本立ってるんです。で、そこはこう明かりがついたこう、街灯がこう一本ほん、ほのぐらーくこう、ほんのりついてるんですけども。そ、うん、の二番目、えっ、ー、と、ごめんなさい、二つ下の弟が言うには、たまにその、 街灯の下に女の子が立ってるんです。<ー>その子は小学4年生ぐらいの女の子なんです。うん、で、あの、ちびまる子ちゃんみたいな髪型をして、<ー>白いシャツを着て、黒いスカートで、白いソックスを履いて、運動靴を履いた女の子なんですって。うん、で、その子が、今に立ってるらしいんです。いる時もあれば、いない時も。うん 自分の実家からじいちゃん家に向かう途中にたまにいるらしいんです。ーじーっとその街頭の下にずっと立ってるらしいんですけど。<ー>一度だけ違、違その子の格好が違ってることがあったらしくて。ある時に、あ、またあの子立ってると思って、弟がこう目を合わせないように、そっちを気にしないようにして通り過ぎようとしたら、あれって思って、その日だけ、 赤いランドセルショーって言ったらしいんですよ。<う>思わず見ちゃったらしいんですね。いつもと違う格好だと。そしたらその女の子と目が合って、後ろくっついて歩いてきたんですって。で、やっぱり弟は無視してそのままじいちゃんちのこう玄関の戸の鍵を開けてガチャガチャ開けて戸を開けて入ろうとしたんで、その子も一緒に入ってこようとしたらしいんですね。<laughs> で、弟は、後ろを振り、後ろについてくる女の子がいるんですけど、その、後ろを見ないまま、こう、腰のあたりで手をこう、打ったって言うんですよ。うん、何かを払うような仕草をしたんですよ。そしたら、女の子が、自分から離れていく感覚がして、うん、で、玄関の音を閉めるときに、ちらっとその街灯のとこを見たら、そのまた街灯の下に、じーっと立ってる状態。 まあそのじいちゃんち周り、まあそういうことがたくさんある場所だったんですね。ただ、東日本大震災以降、全くそういうことがなくなって。えー、あの男の子もあの女の子も,もう二度と見なくなったっていました。う<わ>そういうとこ興味深いなと思いました。どんなお話でしたう<わ>ありがとうございます。<わ>なに何それ <laughs> 何か変わったんですかね、えー、その、彼らの。うんうんうん。うん。何、うんうん、それすみかが。すみ、えー、かが変わったんですかね<ー>大異変が起きたことで。うん。ずれたみたいなことなのかなずれ<ー>たとうしないですよ、ね、うか、ん。 面白いないやすごいよ。私も嫌だったんです、じいちゃんち行くの、なんか怖くて。<ー>そういう私は経験ないんですけども、なんか見たとかないんですけど、うな、ん、ん、なん,かなんだろうはあ、なんですかね。でも、なんだろう、それ以降ないっていうのは、その、

えー、あのでもほらあのーうんうん、この日本のその有名な寺社寺、はい、社というか神社ですね、えー、大きい神社って断層に沿って建ってるんですよ。へえー、あの中央構造線とかあるんですよ大断層があって。えー、で そこに沿ってその日本の、うん、そのマシャとかはすごい日本にいっぱいあるんですけど、うん、そのメインとなるところがやっぱりその断層に沿ってあって面白いえそうなんですあの中央構造線っていうのがあって、うん、中央構造線と糸魚川構造線っていうのがちょうどぶつかるところが、うん、あの諏訪台車なんですよ。うん、ほーすげー、えー、でここは そうでねこれはあのこのあのー、なんていうこの断層そう日本の本当に古代からあってうん、うん、その今有名な神社っていうのはそう縄文時代っていうのはなかったわけででも縄文の聖地ともそこが重なっていくんですね。これはちょっとまた別の時にあの。うんうん 私ちょっと調べてることがありまして。ええ、すごい、すごい、すごい。楽しみすぎる。これ多分、あの、鹿島さんとかに繋がってくるんですやばいやばい、やばい、やばい、やばい。はぁ。すご。はい。なんで、これちょっと、次の飲み会で、あの、次の飲み会でやらなそうだ。フグスは開催民でやりましょう。飲み会はいつかやらなきゃ、やらねばですからね。うん。イン飲み会を。はぁ、やば。 面白いな。ありがとう。地脈とか言いますもんね。言いますよね。<あ>うん、確かに言いますよね。うん,ねう,ねうん。なんか、採用してんですか。ね。ねはあ、でも、なんか、やっぱり、あの、皆さんのお家に、それが出るんですね。ああ、うん。店長さんの家も、おたけさんのお家も。そう,ね、もそうですね。そうですね。うん。そういうの持ってる人は、この。<laughs> すごい会談。 プレイヤーになる人なのかな <laughs> うち何もないですよ。<laughs> うち何もないですよ。<laughs> 確かに、家、家やばい人ちょこちょこいますよね。確かに階段プレイヤーとかね、<laughs> 聞きますよね。 確かに確かにね、うんあ。ありがとうございます。ありがとうございました。<の>したでは、じゃあ2週目ということで、じゃあ、ちょっと話をさせていただこうかなと言うんですけど、えっ、ー、と、もう本当にみんな嫌がらせのように福島県の話ばっかりしてきますね。<laughs> <laughs> 僕はみんな大丈夫だよって、うん、いつ、いつあれしても大丈夫だよってことで、僕はもうちょっと今日はもう話したい話をします。あと <laughs> えっと、僕ちょっと前に、えっと、 えっと、おばけ座っていう階段ユニットの和田くんって僕めちゃくちゃ仲いいんですけど、和田くんとご飯食べに行ったんですよ。なんかお好み焼き屋さん食べに行って、お昼ご飯食べに行って、で、和田くんと食べてた時に、なんか和田くんが、いや、ここ、あの、せっかく二人おるから、みたいな階段収集しまへん、みたいなの言われて、和田くんに言われて、ああ、いいねって言った2秒ぐらいに和田くんが、お母さんつって、 あの、そこおばあちゃんお二人やってる店なんですけど、お母さんっつっておかみさんで。あれ、この人ね、あの、階段のね、怖い話とか書いてる、あの、作家先生なんですよみたいな紹介始めて、わこいつやりやがったと思いながらここ行ってね、あ、そうなのみたいな、怖い話とか、詰めて反応みたいになって、あ、そうなんやみたいな、向こうのお母さん方とか、向こうのお,じおばあちゃんとかもなってて、 で、ああ、そうなんです、みたいな話をしたら、いやー、みたいな、怖いわ、階段なんて、なんて言ったおばあちゃんが、なんか、おばちゃんか、おばちゃんが、いや、こんなことあってん、みたいな感じで話し出してくれたんですけど、その、おばあちゃんが、えっと、まあ、高校生の時、なんか女子校に通ってたそうなんですよね。で、女子校に通っていて、で、ここ1年生のその、 まあ入学してすぐの時ですよね。まあ入学して2、3日経った時に、えっと、定期券を買わなきゃということになったんですよ。で、友達と一緒にその高校に入ったから、その友達に、定期買わなきゃねーって話をした、その友達が、あ、いいの、私いいからって言って。いやでもあんた定期必要やんって話をして、あの、絶対いるようになるやんって言っても、その友達はいいの私って、私いらんから、定期いらんからって言って。 いやいや、いるでしょうって、これから通うのにつって、私いらんから必要ないって言うんですって。ではそうって、かたくなに買いに行かないから、その、まあ話くるとおばあちゃん若い頃ですよね。あの、一人で定期買いに行ったんですって。そしたら、一週間も経たないうちに、定期いらんから必要ないってこうえっと、車に乗ってる時に事故にあって、車両火災になって、消死して亡くなったそうです。だから、 定期いらんからっていうのを、ほんまにあの子いらんかったんやなっていう話をしておりました。え、そんな話であります。ありがとうございました。<も><笑>,笑い事じゃねえんだけど、<laughs> ちょっと笑っちゃった。そう,そうそうそう。<laughs> すごい切れ味。そなな切れ味ですよね、これ。<laughs> そうそうそう、短いです。これを切った時に僕と和田あのお好み焼き持つ、あの、あの、あるじゃないですか、切るやつ。 あれの手止まってて、やばってなった後に聞いて、あっつって二人でなって、あの、すっげーカンカンになって。焦げちゃう焦げちゃう。あっつとか言ってて、やばーみたいな。うわ、すごい。そう短くても怖い話ですね。びっくりしましたね。なんか、ふらっと入った、ふらっと入って、まあ、なんか和田くんに紹介してもらったお好み焼き屋さんだったんですけど、京都の、京都駅のすごい近くの歩いて行けるぐらいのお好み焼き屋さんで、ふらっと入って。 そしたらもう階段止まんなくておばあちゃんたちが7分ぐらいなんか話し出してすごい,すごいみたいなこんなんあるとかって2人で言って何かもう唖然としながら店を出るみたいなかありました、ね、ていうかあの階段あるで通じるのがまずすごいですそうっすねなんか怖い話<こ>みたいなこっちだそれやろう したら多分ね、うん、え階段？なんですかそれ？<laughs> ああそうですね <laughs> そもそも階段とはみたいな感じになりますよね。そうそうそう確かに確かに。なりますよね。そうですよね。共通言語ではないですもんね階段ってみたいな。うんうん。なんかあれですよ、ね、そういうこと階段とか好きなんですって階段ってあの怖い話の方の階段ですかみたいなこと言われるとなんかすごい急に恥ずかしくなりません？なんか俺だけですか？わかります。 そんなタモリクラブじゃないんだから、登る方の階段みたすんですよ。タモリクラブですよねた <laughs> そう。タモリクラブじゃん、みたいな <laughs>、うん。急に <laughs> 恥ずかしくなるあそうそ、ん、う、そうなんです、みたいな。<laughs> いありますよね。いや、そんなわけであります。じゃあ、えっと、じゃあ、さっき説早速、2話目の方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でも、やっぱりお店見たく人が集まるところって、いろいろ、あのー、 いろんな、ま、階段に限らずいろんなお話が集まってくるんでしょうし、うんうん、あの、やっぱり、12月にね、その、お母さんのお店お邪魔して夜は、うん、えっと、あれですね、その、泊まりがけで行ったんですけど、その、泊まる日は、あの、その、アイズクラブでね、うんうん、ええー、美味しいお酒を、ええー、いただいて、うん 楽しんでたんですけど、そこにやっぱりお客さんたちが来るんですよね。うんうん、地元の若者たちも来てですね。うん、えー、あの、こういう話を集めてるんだ、みたいなのを、水を向けると、うん、あのー、まあね、さっきほどお話に出たように、うん、そもそも階段って何って、ホラーとの違い何、うん、とか、実話とかあるんですかとかね。<laughs> あの、実は、そうなんですよ人によって、その、 なんか、実はって言っても、なんか、それ、佐伯さんが考えた話なんですか、面白いですね。<laughs> <laughs> あ,るある、<laughs> ある。なんか、全然、そうなんですよ、あの、お化けなんてないよね、うん、当たり前だよねっていう、思ってる方々も大勢いるんで、うんうん、でも、そういう中で、あのー、アイズクラブさんの夜は、若い方がたまたまいらっしゃって、こんな話集めてるんですって言ったら、うん、あ,あそんなだっありますよって。 今度、会津階段っていうものを、あの、今、準備中なんです。うん、鶴ヶ城で、あの、鶴ヶ城で、こう、こう、こうでって言ったら、うん、あ、ありますよ。僕の彼女が、みたいな感じで、出てくるんですよ。うんうん、ただ、この話はちょっと言えない、言えない系の話なので、<laughs> うん、<laughs> これは、あのー、うん ちょっと今回は申し上げませんけれども、うん、でもやっぱり、あの、この、それだけ、そういうのがもう自然にありますよって出てくる合図っていうところも、素晴らしいですけど、うん、で先ほど来、やっぱり中通り、私の住んでる中通りの方でもいろいろありまして、うん、これはね、女性の、まあ、リカさんっていう女性がね、うんえー、私、 大体同年代の方なんですが、うん、彼女がまだ高校生だった頃なんです。もう夏のことなんですけど学校から帰ってきて、うんあのー、ちょうどね、えーえー、高校生の頃でま大学受験目指してすごい勉強頑張ってた時期なんですけど、うん、学校から帰ってくると、あのー、その晩ご飯のあの夕食までは仮眠取って、うん、で夕方頃ですね仮眠取って、うん で飯食った後夜夜中まで勉強するみたいなことされてたんですね。うん、で怖い話あるっていうことで聞いたらあの自然感じることってあるって、うん、あのなんかさっきさっ,きっていうかあのまちょっと先ほどもね園長さんが一応目にお話しされてましたけどもうん、うん、そういう。 なんていうかね自分に向けられた殺気みたいなのって感じ感じたことあるみたいないやないないよっていうないんだけど誰かがねものすごく見てるっていう感じなんだよねってで、ね、その時期にリカさんが寝室で、えー、夕食まで仮眠取ってるんですねで夏なんで外で外は あのもうセミシグレですよね。セミが鳴いてると。うん、でもね、あの、それが来る時には、そのセミの声が泣き止むっていうんですよ。鳴<ー>泣き止むというか、正確には、その、泣いてるんだろうけど、その部屋の中が、音がなんか、遮断されたみたくモコモコとなって、はあ<ー>。声なくなるっていうんですね。<ー>それが来るんだ。それって何っていうことで。 手配を感じるそうなんですよ。その殺気を感じるっていうことで、うん、リカさんは。あのー、そのね、蝉の鳴きも聞こえなくなると、玄関から誰かが入ってくるんですね。うん、あの、足音、さっきも大手もさんは足音の話し,してましたけど、明らかにその怒ってる人の足,足音ってあるじゃないですか。わざと何て言うか。<ー>足を踏み鳴らして、はい まあ、子供がそういうふうにあのやることもありますけど、うん、なんか子供じゃないですよね大そ大っきい大人が、うん、もう明らかにその土器をはらんだような足音を鳴らしながら廊下をリカさんの部屋に向かって進んでくるんですよ。うんうん、でそいつが来るとリカ、まあ、さんちょっとそのベッドに寝たまま動けなくなっちゃって、うん さっっき言った視線なんですよね寝てるリカさんの顔をあのすごい、まあ、なんていうかまあ形相は見えないあの鏡込んで彼女を見てるのが分かるって言うんですよ目閉じてるんですけど<ー>誰かが自分の顔を覗き込んでると。うん、でねその視線感じるんですけどあの。 ただ、それ、来てるのが、あのー、なんか中年ぐらいの男性だっていうんですけど、うん、ものすごいこう苦痛で、うんあのー、顔を歪ませたようなその男おだっていうことなんですけど、うん、それが、それが、あのー、1回だけじゃなくて、そういうふうに紙にとってた時に何回か来たことがあったと。うん で、それがどっから来るか、その、それが何回か続いたうちに、リカさんは、あの、分かったそうなんですよ。家の外、あの、そのお家の庭ですね、そこに井戸があって、そこから、なんか、上がってくるらしいんですよ。<laughs> 井戸からなんか、その男が上がってきて、自分の部屋まで来て、 自分に何かこう悪意を向けてくるみたいな感じででこれをまあリカさんはもうそれが何回か続いたんですごいストレスに感じて家族にそれを打ち明けたんですようん、うん、そしたらおばあちゃんが、あのー、おばあちゃんがまだ若かった頃に、うん、そのお家ですね前々からあったんですけど、うん、あの坊さんが宅発で訪れたって言うんですよ、うん でまあ、当時昔なんでその高圧で来るお坊さんもちゃんと何ていうかけをかけて、うん、あのちゃんとどっかのお寺に所属しているこの席を置いてる人もいれば何て言うかなその、まあ、自称じゃないけど、うん、あのなんかこのどこの人かもわからないような坊さんもそれは回ってて。 発あのー、まあこの伏せをね、うん、あの求めてくるっていうことがあって、うん、まあ中にはそういうならず者じゃないけども、うんあのー、そういう人もまあ昔はいたとかいないとか、うん、でそういう中で、あのー、当時の,そのおばあちゃんのその当時の課長が、うん、家主があのー まあ、そういうもう非常にこの、えー、み,みすぼらしい姿をした坊さんらしき人が、うん、そのをせよを防げをせよっていうことで迫ってきたんで、うん、ちょっとこれはおかしいなっていうことで丁重、うん、に断ったんですよ。うん、ただ坊さんはもうそれでは断れ一回断られただけでは帰らずにですね、うんえー、もう居る居座るというか帰らないで押し問答になったんですね。うんうん まあ、伏せなんていうのはするかしないかは当人の勝手なんですけど最終的に何か腹をすかしていたのか、あの、わかりませんが、坊さんは最後に、だったらここの家でし、だったらそこの井戸の中に身を投げ、身を投げて死んでやるっていうふうに、脅し文句言ってきたんですね。まあ、そういう、なんていうか、苔脅しと言いますか、 言ってるんだろうとそうやってまあゆすりたかりじゃないけど言ってるんだろうということでなおもねその課長は相手にせずに背中を向けたんですね、うん、そしたらその後で本当にその坊さんらしき男が井戸の中に身を投げてしまったんですね<ー>で引き上げられたんだけども絶命してたっていうことがあって だからそういうのが関係してんじゃないのみたいな感じのお話を、えー、聞かせてもらいました以上でございますうわーありがとうございますうわー、うん、いや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 ,いやそれ知らずにその井戸から上がってくるのをこう見てたわけですもんねおおうるさいですねはあ<ー>。うん、やだな,やだなそ,そういう井戸だってなんか あの、何でしょう。なんか、井戸で人が死ぬって、僕らで言えば、まさにあの、ほのぐらい水をそこからじゃないですけど、あの、そういう状態なわけじゃないですか。生活要素全部に絡んでくるみたいなわけじゃないですか。体内に取り入れたりするものだし、うんうん、体を清めることに使うものだし、うんうん、みたいな。そこって、な,なんか本当に、この、ね、水ないと人生きていけないから、うん、そこに、 この汚れをすっていうんですよなちゃいうか、そう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  <laughs>。どういう思いだったんですかね、でもその人ってね。うん、まあ、いろんなところを回っているうちに、うん、まあ、立ち行かなくなったんですかね、わ<ー>からないですけど。やっぱりいろんな負の感情が。 回ってて邪気、うん、にされてればだ、うんだんこう負の感情がたまってきていたのかわからないですけどねそれ、うん、はねこまで、うんうん、でこの最後のその瞬間を人んちの宿で迎えるって何でしょう、うん、なんか変な言い方ですけどち,ちょっと普通の精神状態じゃないじゃないですかもはやそれってなんていうか、うん、あそうですね。ねうん、あだからどうなんでしょうそういう。うん 村みたいなところ行くと、うん、やっぱり、横のつながり強いですから。はい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 。うん今、ちょっと考えたんですけど、うん、横のつながり強いから、それ系のやつ来たら、絶対みんなで、かぶろうね、みたいな感じになってて。うん,うん。で、どのお家行っても、みたいな。うん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 。なんか、そんな状況突発的になったんじゃなくて、うん、うん うん、積もり積もってじゃないけど、うん、なんかそういうのが、だんだんそういう雰囲気が醸成されちゃったのかわからないですけど。でも理不尽な話ですよね。うん、いや本当にそうですよね。うん、ういやいや、うん、しかも、<ー>ピも的確にめちゃくちゃ嫌なところで知りますよね、なんか。 <laughs> 確かに嫌ですね。<laughs> すねこっちのインフラを破壊しないでくれよって <laughs> イ <laughs>。インフラはダメ、ダメ、ほんにダメ。インフラは本当にダメ。<laughs> 特にそ口に入るものとかダメ、<laughs> そういうのはダメ。坊さん引き上げた後も使ったんですかねどう ああだって他のお家の井戸までもやっぱり水運ぶのも骨ですからねそうですよね。で井戸もう一個開けるなんて容易じゃないですよねだってあれって。まあ昔の人今の僕らの衛生感覚で言えばちゃんとね建物入るごとにアルコールで手をこうやったりしてますけどどうなんじゃないの人たちは もっと衛生環境の面から見て、ああ、いいよいいよっつって。まあでもそうですよね。そうですよね。そうですよね。どうせ動物とかも落ちてんだろみたいな。確かに確かに確かに。ですよね。うんうんうん。このぐらいのマインドセットじゃないと、やっぱり、あの、こう、里山に暮らす人々はね、分かんないですけど。そうですよね。確かに。うちの妻、あの、長野出身で、あの、こう、 うちの子、僕の田舎の方来てた時に、うちの祖母が、あの、皆さん分かっと思うんですけど、あの、スイカ、夏とか取ると、うん、ばあちゃんが、あの、草を買った鎌と同じ鎌で外でバコって割って、<laughs> ほらってこう食わせたりみたいな。<laughs> はいはい <laughs> あれがめっちゃ衝撃的だったって言って、<laughs> この、スイカのヘリに、この、<laughs> えー、切ったの買ってた、 草の子、切れましがくっつるじゃないですかはい。ああ、同じまでこれ割ったの、これ食べるのみたいな。で、しかもあの、炎天下の中、生ぬるい、こう、スイカ。いあったから、今でさえそうだから、昔はもっと雑かったでしょうしね。うん。え。あの、やっぱり寄生虫みたいなのはあう寄生虫こういうところでお話するようなお話じゃないですけど。まあまあまあ。 確かに確かに。ありがとうございます。とそれでは大竹さん2話目の方へよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。えっと、私の中学校の一つ年上の先輩の南先輩っていう先輩から聞いたお話なんですけど、うん、えっと、南先輩高校、郡山の高校に進学して、うんうん、で、 バイトを始めてバイト先で年上の彼氏さんと知り合って、うん、そのよくその彼氏さんの車でドライブデートをしてたんですよ。うん、1> で1年後に私も郡山の別の高校に進学したらその南先輩が声かけてくれて、うん、で先輩と一緒にライブに出かけてその後、彼氏さんが迎えに来てくれて、うん、彼氏さんの車でご飯に連れてってもらって送ってもらったりとかしてたんですよね。うんで 南先輩ってはその、学校は違うんですけど、同じ郡山の地区の高校だったのもあって、うん、学校帰りによく駅前でばったりやって、そのままおしゃべりすることが結構あったんですけど、うん、そのとある夏に南先輩が、あのー、すごい空気が重くて、うんうん、話したいけど自分でも信じられないけから誰にも話してない。でも大竹ちゃん、 だったら話せるかもしれないから聞いてみてほしいって言われた話です。えっと、ドライブデートを複数回してると、目的地がなくなってくるんですね。うんうん、で、夏になってきたんで、夏だしって安易な考えで、心霊スポットを巡り始めたんだそうです。それ、うん、で、でまあ、横向きロッジとか、お化けペンションとか、うん、県内で有名なスポットを巡ってると、まあ、特段なんか起こることはなかったんですけど、うん まあ、ドキドキしながら探検するのがとても楽しかったそうなんですね。で、とある日、岩き市のとある心霊スポット、あの、S の河原に向かったんです <laughs> でちっ <laughs> は,いはいはいはい。向かったんですね。で、その日は、彼氏さんの男友達も連れて、うん、その、南先輩と、 あの、彼氏さんと元子友達の3人でワイワイ向かったんですって。うんうん、で、まあ、その S のカーラーについて、まあ、相変わらず変わったことは何も起こらぬまま一通り見て回って、うん、で、せっかく、まあ、岩城、海沿いまで来たんだから、帰れば、海見えるところドライブして帰ろうって言って、車に乗り込んだんですって。で、ナビ入れて、走り出して、しばらくすると、彼氏さんが、んって声出して、うん、どうしたのって言と、よ、 なんか矢印がくるくるしてて、どこ走ってるのかわかんないんだよね。故障かなおい、大丈夫かよって、まあ、三人でわちゃわちゃ言い合いしてると、うん、車が、あの、畑の脇道に入ってたんですね、いつの間にか。うん、で、あれ来るときこんな道通んなかったなって思ってると、車のライトで、前方に小さな小屋が照らし出されてるんです。うん あの、畑の近くによくあの、併設されてるあの、畑道具しまうような簡易な小屋があって、で、友達があれ誰かいるって。目を凝らすと、小屋のそばにおばあさんが立ってるんです。で、手には農具。で、無表情にこちらをまっすぐじっと見つめてる。で、心霊スポット巡ってる時間帯です。そんな時間帯に、なんでおばあちゃんがあって、そう思いつつ、その場を車走り去ったんです。 で、まあ、しばらく勘に任せて、まあ、まっすぐ道を走らせてると、まあ、後部座席に乗ってる友達が変な声出して、うん、おい前見ろ前小屋小屋って引き続き畑を走ってるから、小屋ぐらいあるだろうって前見ると、思わずぎょっとしたって。うん、先ほどと同じように畑のそばに道具小屋があって、そしてその横に立つ農具を持った農具。あれ さっきと同じ人で、車は先ほどから同じ道をずっと直進してるんです。うん、そんなわけないって思い直して、相変わらず無表情にこちらを見つめる老婆の横を車で通り去ったんです。うん、で、ハンドルを握る彼氏も汗を拭きながらヘラヘラ、もうすぐ道路戻れるってって笑いつつ、心なしかスピードが増してて。で、直進を続ける車のライトに、また何か照らされたんです。うん 小屋と老婆なんですよ。<ー>で、これはおかしい。震えが走って、うん、彼氏アクセルを踏み込んで、で小屋を通り過ぎると、急に車が止まって、うん、ちょっと何止めてんのえ違う、違うんだって、急に動かなくなって、彼氏と言い争ってると、後部座席の友達が声荒げて、い<や>おい、おい、ばあさん、こっち向かってきてんぞって、うん、えって後ろを振り返ると、確かに農具を持ったおばあさん、こっちに向かってきてて、うん、手に持った農具が見えるんです。うん カマだったんですでやばいやばいやばいって、3人でパニックになって、焦って焦ってようやく車が前進し始めて、で、おばあさんの車姿が見えなくなった頃、ようやく車が道路に出ることができたんです。で、3人がようやく一息ついた頃、もう自分たちがめちゃくちゃな道を走ってて、予期せず海岸沿いの道に出てたってことに気づいたんです。で、もう、 こんな体験をした後で海岸沿いを満気にドライブっていう気分にはなんなかったんですけど、その帰宅するルートに戻るまでの束の間、まあ、南先輩ぼんやり海を眺めながら過ごすことにしたんだそうです,です、ねで。田舎の道だからもうこの時間はもう対向車も後続車もなかったから、うん、道も開けてて。で、車の中も,もう散々騒いだ後だからか、浸透してて、 ね南先輩は、ぼんやり海眺めつつも、ふと反対側の家屋が並んだ街並みの方が気になって目を移したんだそうなんです。する、うん、と違和感があって、フロントガラスから見える範囲すべて続く景色が同じなんですよ。うん、正しくは建物の形などは違ってるんですけど、うん 同じものがずーっと見えてる。白と黒の2色が交互に続く膜。自分たちが走ってる道路沿いにある建物全部に白黒の幕が永遠と垂れ下がってるんです。で景色の異様さに思わず全身が冷たくなった先輩が彼氏さんに声かけて、ねえ、あの幕おかしくない うん、なんか、彼氏のなんか小さい声でブツブツなんか呟いてて、何言ってるのか聞こえなくて。ねえ、ちょっとおかしいよね。怖いよ。怖いよね。彼氏はまっすぐ目前を見せたまま、目を大きく見開いて大声でそう言ったっきり黙ってしまった。で南先輩震えながら後部座席振り返ると、男友達はだらりって全身から力が抜けて座席に横になってて、 海のんは家に着くまで、助手席で小さくなって震えながら泣き続けることしかできなかったそうなんです。でこんなことがあったんだけどさ、って。家に着いたら、彼氏も友達も、おばあさんから逃げた後のことは全然覚えてなくて、だから海沿いの幕を見たのは私だけなんだよね。<laughs> こんな嘘みたいな話、大竹ちゃんも信じられないよね。変な話しちゃってごめん。でも誰かに聞いてほしくて。 で南先輩、寂しそうにそう話してたんですけど、ちょっとこう見た話すると、南先輩、同じ村出身で、うんうん、えっと、村営住宅に住んでたんです。うんうん、あの、お母さん、片親で、お母さんと二人暮らしで住んでて、えっと、一回も、 人のおうちでやるお葬式っていうものを見たことがなかったんですね。クジラ幕というお話でした。ありがとうございます。あ、これやばいなうこれ、僕もまさに、僕は山ん中走ってて巨大なクジラ幕見たっていう話。おぉ。え、あるんですねあるんですよ。はい。それは園長会記録の方にも書かせてもらったんですけど。ああ。あだよな、確か。うん。うわ そう,そうそうそう、園長もクジラ幕がずっとついた話して、そう,そう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 。なんだろう。その人もクジラマークって分かったけど、もうデカすぎて、うんうん。分かんなくて、うんうん、そのストライプの布だってなって、うん、お母さんにこんなの見たんだよって言ったら、うんうん、お母さんが、あんたこれお葬式の時かける布だよって言って、すごい,いや、気持ち悪いこと言わないでよみたいに言われてっていう。そうす,すごい。うんうん、はあ。 場所に共通点とかないですもんね。そうなんですよ。そうなんですよ。僕は八王子の方なんですよ。それは。ええ、ああ、なるほど。<ー>私もなんか別にその、うん、そのえ S の瓦がなんか服だったのかと言われると、<laughs> うん、よどうなのか果たしてという感じのう,ん,うん。S, <S, ん <S, S の瓦はね、結構有名ですよね。うんまあ、有名ですよね。よねうん。 僕も、あれ何年前かな ?5 年くらい前に、チビる松村と行ったっすね <laughs>、えー。え <laughs> 広いっすね、あそこ。すごいでかいですよね、なんか。広いですね。めっちゃ広いっすよね。うん、なんかもう、その、打ち上げられたもう顔とかば、あれ結構、あれなんですかね、あの満潮の時に水入ってくるんですかね。なんかすごいこう、風化してバキバキになってるキューピー人形とか、こう、なんか岩とかに引っかかってたりとかして。 多分、水入ってくるんだと思いますね。ですよね、あそこね。なんか、うん、結構すごい、うん、あそこは異様な雰囲気ありますよね、なんか。持って帰った人がなんとかっていう話は聞きますよね。ああ、いや、あれ持って帰るの相当やばいっすよね。あそこから持って帰るのって。<laughs> ああ、はいはいはい。はあ、なんかもう。え、そのおばあちゃんとね、クジラマクの。 なんか関係も。そうですね、うん、確,か確かに、確かに。またかまですからね。えーうん、ちょっと、なんか穏やかじゃないなってい。そうですね。なんか、繰り返しって、結構狐狸の感じが多いですけど。これ、なんかもっと邪悪なもののような感じがしますよ、うん、なんか。うん、もっと邪悪な感じがする、なんか。 いついに来ましたね、浜通り階段。浜通り階段をね、するのがね、前 <laughs>、うん、回も難走だったんですよ。で <laughs>、ね、前回できなかったですもんね、浜通りの階段。ついに、んかが。前回、大竹さんがさりげに話した話が、あの、浜通りだったみたいな、指摘もありましたよ、確か。あ、あそですか。あギリギリ浜通りかな、みたいな。ギリギリ <laughs> な, <laughs> なるほど、なるほど。はは、面白い。 俺たちは何を目指しているんだチーズを埋めるっていう。コンプリティしないで桃鉄やってるような感じ。めっちゃ狭い福島桃鉄みたいな。ああ、こういうとね。あんのかな山道や山道のくじらんかとかそうですね。意外と眠ってんのかもしんないですね。ディグれてないのかもしれない。でも、カバーを持ったおばあさんだと、あの これののほらあのこの前の,その出版イベントでチラちらっと言ってたけどその分離埋葬をやってたから福島県。あこれはその昔の,その風習としてお腹に赤ちゃんがいるまま亡くなったお母さんはその、えー、お腹かからこう切り裂いて取り出してそれを抱かせて埋葬する。 っっていうのがあったんですよこれ相手でも中通りもあって雨通りはちょっとその資料見たことないんですけど会津と中通りはそれはありましてでそれをやってたのがその,その村とか集落で一番こうなんていうかこう経験のあるおばあちゃんが咲いてたでそのイメージが足立ヶ原の鬼婆のその<ー>ええー あるじゃないですかあの伝説もうその発症するイメージになっその原型になったんじゃないかっていうのがあっ<ー><の>だからなんかお葬式とその鎌を持ったおばあちゃん確かにそう言われればつながりますね、うん、うんうんうんこれはでも中通りのねとか会津の話なんで<ー>浜通りで起きたこと浜通りもあったんですかねでもなんかありそうな感じはしますよねなんかあの 浜で取れたものが結局このずっとルートを通ったりして中通りなりに通じてたわけじゃないですか、物流が。確かに確かに。って考えると文化もね、こう流れるでしょうから、あな、うん、がち伝わっててもおかしくないような気はしますよね、なんか。あそこ浜通りから伝播していった可能性もええ、逆にそれもあ,ありますよね。あとはその交益商人たちが多分行き来してたでしょうから、うん 戻る時に合図とかのそういうのを見て伝えてる可能性もありますしはははいはい、はいいやでも大竹さんのお話でそういうこの展望台前回はなんか展望台が存在しないじゃないですか、ええうん、今回はそのね鯨幕っていうなんか異世界というかねとうん,、うん、なんかこう人のイメージみたいなものがこう 見ちゃうみたいな。うん。ううなんか神様系のお話なのかなとか。ああ、確かになんか人のお化けよりもっと壮大なものを感じさせますよね、確かになんか。か怖いんすよね。こうやって相馬も出たってこ、ピンポイントすぎるだろ、相 <laughs> 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 その市町村レベルで埋めるってや大変だぞ、これ。相 <laughs> 馬、ま、か。 そうまとこまでまあそうままだでかいからいいけど難しいですねあの村のめねあのところあるじゃないですかありますからね富士山日本で三番目にでかい県ですからねありますからねいっぱいなんかそこまで行くときついぞく富士見とか言われたらきついぞ出水崎とか天影とかで 今出た3つはありました。あすげえ、すげえ <laughs>、すげえ。すげえ。あれはありました。い <laughs> けちゃう行けちゃう市町村までいけちゃう。ど <laughs> <も>こで <laughs> 福島県民しかわかんない。国民とか言われてる。<laughs> <laughs> え、どこみたいな。<laughs> で、はあすごい。わありがとうございます。うございます。うん、ではでは、多藤二話目の方、よろしくお願いいたします。はい。 えー、私もちょっと浜通り階段今回は行こうかなと思ってまして、うんうん、でもまあこの話あの福島会談で聞かせてもらった話ですその時確か園長さんと佐伯先生もいらっしゃって。うんうん のででもしかしかかたたら聞いいことあるななっていう感じんお二人は。えっ、ー、とですねこの話してくれた方を仮にまあ高村さんとしますけども、うん、これコメントに出たからじゃないんですけど、うん、確かその方相場出身って,言って、うん、おっしゃってたと思うんですよ。 うん、確か、相馬出身で、確かあの、うん、その当時、今は40代ぐらいで,、うん、で、当時、20代ぐらいですかね、大学生だったらしいんですけど、うんまあ、免許を取ったってことで、うんまあ、ドライブ行こうぜって、仲間4人ぐらいで、うん、なったんですって。で、行こう,行こうって行った先が、あのー、Y パノラマライン展望台って場所で。<laughs> <laughs> ほとんど言っちゃってるんですけど。<laughs> ええ、丸出しだよ。<laughs> <laughs> 丸出しだよ。分かった。<laughs> ちかっち <laughs> たあのまあ。まあ西に阿武隈の山並みと東に太平洋を望むことができる。うん、まあいわき市街の夜景も素晴らしい場所なんですけど。うんうん、まあドライブやツーリングなどが行われ。 で,で使われておりますその寄り道スポットとしても、うん、まあ有名らしいんですね。うんうん、で走り屋が無茶な運転をして事故死している人もまあいるところで,うん、うん、で展望台のトイレで怪異現象が起こるっていう噂もあるって場所らしいんですよ。うんうん、でそこまで山道をあの車でこう行って登っていくとで、まあ、やがて展望台が見えてで駐車場に車を止めてでちょっと展望台の方まで行ってみようぜって言って。うん あの山道をこう歩いてったんですけど、うん、でそこに近づいていくとですね近くの藪の中からなんかカチッカチッカチッってななんかか鉄ののぶつかる音みたたいなのが聞こえてきその高村さんが「えあれなんだろうな」と思って藪の方を近づいていくと友達がねそれに気づいて「うん、あどうしたんだよ」って声かけてきてくれた。いやなんか ってことを言ったらその友達顔色変えてね「うん、おいもう行こうぜ」って言って「来た場所に戻ろうとすするんですよ、うん、あどうしたんだよ」って聞くけど答えてくれない。でやがて車まで戻った時に、まあ、話してくれたのが、うん、そこで昔矢のつく自由業の人が、うん。<laughs> <laughs> まあ殺人を起こして拳銃で殺人を起こして犯行後にその展望台に逃げ込んで拳銃自殺をした場所だっていうんですよでその時使っていた拳銃は、まあ、リボルバー式の拳銃でだからそのカチンカチンって音は拳銃の撃鉄の音がもう鳴る音で幽霊になってもなおかつ死のうとしてるんだけども。 その弾が出なくて何回も何回もこうリボルバーの拳銃を打ち付けてる音がするんじゃないかっていうような、まあそういう話を聞かせていただきました。うわ思い出したおーおー聞いたこれ怖かったうん。はあそうだそうだ。あれ確かそうだったと思うんですよ。でしたね。いや拳銃パターンは珍しいですね。はい、珍しいですね。確かに、ね。ね で、結構、うん、浜通り、岩市って、うん、治安があまりよろしくないところで。うんうんでね、<laughs> あのー、<で>あれですよね。あのー、石を投げれば、うん、当たるとかって言いますよね。お縄の方とか言いますよね。め <laughs> っちゃ言いますね。うん、言いますよね。うん。 だから、これ言うとまずいから、役中の街があるとかなんか。言いますよね。そういう噂も聞くんですよ。聞く聞く。あとあのー。 あれ、何年かに一んぐらい、わきのどっかの砂浜からご遺体見つかったりしますよね。ある、ある、あるですね, <laughs> ね。ある、あるっすよね。ねなんか、十5年から10年ぐらいのスパンで見つかりますよね、なんか。うん。定期的に上がりますよね。 でも福島県って、こう、縦に三分割されてて、意外とその、私が幼少期なんかは、その、遠い土地っていうイメージだったんですよね、岩木も。あ<ー>あ<ー>、わかります、わかります。はい。だから、なんとなくのイメージしかない、同じ県内だけど、なんかちょっと分断されてるというか、なんかそういうイメージありましたね。確かに。怖いとこだぞって言われて。わかる、わかる、わかる。うん なんか、ここ岩きの人いないからもう言いたい方題ですけど、うん、なんかいわ、岩い岩きは運転荒いからとか、うちの親とかっ危ないとか怖いとか,か聞いたことがあるって。岩木 <laughs> 差別すごいなって、今。そういうとこなんだなぁ <laughs> 確,確かに、確かに。いや、でも岩きはね、まず、うん、あの、 海鮮丼うまいですよ。ああそう。まずね、海鮮丼うまいですラミューですね、ララミュー。ララミあの、でか盛りもすごいですよ。でか盛りすごい。あ、あ<ー>デカ盛りそうですね。メヒカリとかね。ある。あとあの、赤アマリン。そうそうそう、赤アマリン。あとあの、なんだっけ,あ,あ,だっけあそこ。 湯本の、もうめっちゃローカルですけど、湯本の近くに、あの、ハワイアンズがある近くに、はいはい。海港っていう海、海幸って書く名前の居酒屋兼食堂あって、うん、あの、一、うん、人でお刺身大頼むと、一人用の船盛りで来るっていう店があって。うわー、<laughs> 最高いや、でも、気持ち悪くなるぐらい刺身出てくてる <laughs> <laughs> あ、だから産地はやっぱり、うん、 強くて、富山海岸っていうところがあって、ここに私、子のあのの頃よく家族で、連れてあの親父たち、家族で行ってたんですけど、普通の民宿に、民宿の料金で泊まって、夜ご飯に、ウニがですね、さらに山積みで出てきて、すごいいいな。動いてるんですよ、動いてて、でも割ってあって、うにうに動いてるんですけど、もう、あの、 それは新鮮なやつが終わったやつがこ、はあのままもうその民宿のもう出てきて今考えたらあれいく,いくらなんだろうっていうあの実際の,あ<ー>実,際の実際の価格にしたらいくらなんだろう、ね、ですよねだってよっぽどしますよね<ー>しかもその動いてる新鮮ななんて食べれないじゃないですか、はい、普通なんかそうですね。ーえー、すげえ。か,ーだからねちょっと浜はまた、うん 行きたいんですよ、今年の。うそうですね。うん、双葉鈴木流とかもね、見つかってますから。そうですね。<ー>お手元さん、すごい雑だ、長崎から。超雑。地域振興ですから地域振興。めっちゃ面白い、<laughs> めっちゃ面白い。<laughs> でいや、あれですけど、でも確かになんかコメントでね、ちょっと戻りますけど、確かに拳銃パターンって聞かないですよね。 欲案の飛び降りとかね。うん、そうでそ,そうですね。リズム繰り返すっていう。うん、だから、その時、あの階段階の時、ちょっと、うん、あのー、私言ったのが、うん、その、うん、カチッカチッっていう、その、カラー、カラで撃鉄が、うん、がこう、当たってる。それなんか、自殺じゃなくて、ロシアンルーレットみたいなことをやってたんじゃない <laughs> 怖い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 。あ、え、あ、ー。 あれも怖いですね。う,うわ、そういうことは。実際あの、うん、その拳銃自殺の事件も実際やっぱりあったみたいなんですよね。うん、あの、うん、あのイベンターの人知り繋がりで知り合ったなんか骨董賞の人いるんですけどうん、うん、やっぱりそういうのあったんですかって聞いたらやっぱり。 そありましたねっていうこと。はあ<ー>、ね、有名なんすね。まあでも、はい、そもそもだってお起きないですよね。拳銃自殺っていうものじゃそんな,な、うん、発生ないでしょうからね。そういうね。はあ、い、なるほど。ありがとうございます。では、最後、お手元さん2話目の方、よろしくお願いいたします、はい。はい。よろしくお願いします。北方ラーメンは味噌派のお手元です。あ <laughs>、<laughs> 味噌だ。味噌 <laughs> <laughs> それじゃないみたい。 まさかの <laughs>。理そはです。<laughs> <laughs> はい。で、先ほどから、こう、院長さんですとか、はい、ええー、階段収集に関するお話してましたけども、うん、私が生まれて初めてちゃんとこう階段として収集した話をしたいと思うんですけども、2022年の階段最強戦というのに出ようと思って階段を始めたんですね。うんうん、で、その時に、ああ、階段ちゃんとこう、 なんですか調べてこうお話聞いてや,ら、えー、やるんだなっていうことになって、えー、たまたまこう実家に帰ってた時にですねうん、うん、上の弟の娘だから私の姪っ子ですねうん、うん、はい小学4年生のカレンちゃんっていう子がちょうど実家に遊びに来ててでカレンなんか怖い話知らないのなんてこうふざけて聞いてたんですねうん、うん、そしたらそのカレンが「 ああ、うちの小、うちの今通ってる小学校にね、昔、変な女の子が出たんだよって言うんです。で、母親に聞いたらですね、ああ、なんかそんな話あったね、なんてこう言うんですよ。なんか新聞とかにも載ったんじゃないかな、なんて言うんですね。で、その、彼の通ってる小学校が郡山市のとある小学校なんですけども、ちょっと名前は伏せますが、 はい。そこで、やっぱりそういうことが起きたらしくてですね。で、こういろいろ知り合いとかいろいろこう、辿ってったら、その時にちょうど5年生だったって方に辿り着きまして。はい。その方から、まあいろいろお話聞いたんですけども、ある日ですね、午前中の授業が終わった頃に、校内放送が流れたんですって。今日、北校舎でおかしな女の子が目撃されてますと。 ほうほうもしそのような子を見かけても、絶対に近づいたり話しかけたりしないでください。何それうん。言うんですって。うん、で、やっぱりこう、それを聞いて児童たちがこう、ざわめくわけですよね。え、何、何何、そんな何女の子って何って騒いでると、教室に担任の先生が入ってきたんですって。うん、で、先生が言うには、今の放送にあったように、うん、明らかにこの学校の児童ではない女の子が、北校舎をうろうろしてますと。うんうん 先生の話によるとで、北校舎で変わった格好の女の子を見たっていう,こう児童のこう報告みたいなのが相次いだらしいんです、先生のとこに。うんうん、で、最初は何か見間違いだろうってこう片付けられてたらしいんですけど、結局先生の一人もその女の子を見ちゃったらしいんです。<ー>それでなんか騒ぎになったことらしいんです。うん で、あの、先生たちがこれからその子を探しに行くんで、先生が戻るまでは、こう、教室から出ないようにしてくださいって言って先生が出てったらしいんですよ。で、しばらく経った頃に、クラスの窓,窓際に座ってた子が、あ、危ないって言ったらしいんですよ。うん、で、児童たちの教室があるのが南校舎で、校庭挟んで反対側に北校舎があるらしいんですけども、はいはい その北校舎の3階の校庭に面した側の男子トイレの窓が開いてたらしくて、うんで、その男の子の指さす方を見ると、その手すりのとこに着物を着た女の子が立ってたんですって。はあ、で、女の子の手すりを掴んで、今にも落ちそうなぐらいぐーって身を乗り出し始めたんですって。はあ、で、危ない危ない落ちちゃう落ちちゃうなんてこう、クラスの中が、まあ、パニックに近いぐらい騒ぎになっちゃって。 騒然としたらしいんですよ。で、そうやって子供たち、児童たち騒いでると、そうやってしばらくこう、身を乗り出してた女の子が、ずっとトイレの中に姿を消したんですって。うん、で、その、聞いた方、飯田、飯田さんが、後からクラスメートに聞いた話によると、その着物着た女の子が身をし、身を乗り出しながら、笑ってたんです。はあ、で、結局、先生たちが帰ってきたらしいんですけども、 何もなかったですっていうふうな報告を受けて、女の子なんていませんでしたって話をされて、えー、そこから元通り給食の時間が始まったんですって。うん、で、午後の授業終わって放課後になった時に4、4五6年生が体育館に集められて、うん、で、そこに校長先生が来て、で、今日、まあ、北校舎でおかしな女の子が何度も目撃されたんですけども、先生探してもそんな子は見つかりませんでしたと。うん ただ、今後もしそのような子を見かけたら、すぐに先生に報告してください。で、今日のことは、できる限り外では話さないでくださいね。って言って集会が終わって、家に帰っていったらしいんですよ、ね。児童たちが。<ー>それから何十年も経つんですけど、その日以来、その小学校で着物を着た女の子は目撃されてないと。そんな話を聞かせてもらいました。うーありがとうございます。なんなの <laughs> 何なんでしょうね。<laughs> それだって、在校生みんな知ってるってことですよね、その当時の。たんみんな見てる。集団パニックみたいになっちゃったみたいなんですよね。うー<わ>ん。何それ。わあ、なんか、この学校に昔、なんかエピソードとかあるんですかね、なんか。んううですかいや、特にないらしいんです、なんかその。あそうなんですか。うん、調べきれてないのかわかんないんですけど、うん。<ー>特に聞かないんですよね。はあ。 で、その一回だけなんですよ。うわの日だけというか。本当のだから都市伝説ですよね。毎年ある儀式とかじゃないですね。ああ、なんか儀式が。いや、でも、この校内放送で流れるの、階段的にめっちゃ暑いっすね。なんていうか、超暑いですよね。 うん、はあ、すげえ、何なんだろう。笑ってたっていうところもあるから、な、何なんでしょうね。ちょっとこう、脅かしに来たみたいな感じなのかな、うん。ふざけて身を乗り出してたのか。うん、うんうんうん 一話目でこれを引き寄せるってすごいですね。いや、ですよね。でも、こう、最強戦は吉田桃桃さんにボコボコにやられました。そっから、こう、人生が始まったんですだから、思い出深い話です。でも、なんか思うんですけど、お手元さんの、あの、イベント出る頻度やばないですかいやいややあの、自分でしてますから。 はい。すごいっすよね。お手元さんのイベント出演数って、結構指折りクラスだと思うんですよ、ほんとに。うん。全ないんじゃないかな。末席に置いていただいてるだけなので。いや、すごいっすよね。なんか、常にお手元さんの告知流れてくるもんな、タイムラインに。全部、全部お手元って書いてある気がしてます。わかる、わかる、わかる。何人かいるかもしれないですね、お手元。何人かいるかもしれないああなるほど。 いや、ありがとうございます。ありがとうございます。北方に味噌って存在するってある。ある,あるよ。あるんですよ。美味<る>しいですよあ。ある。あの、ギリ北方市内ですけど、まあ、きっと。 北方こ福島県民に「北方」でって言うと「大和」って言うと「いや北方じゃねえ」って「北方ガチ市民」から言われると思うんですけど <laughs> あの大和駅の前にあるジンベエっていうお店の味噌めっちゃうまいんでぜひ参考にしてくださいああ食べたことないあ<ー>そこ行ってみたいですねいったいあそこは美味しいけどうん美味しいまあでもねそばですけど大和はでもあそこは美味しいですね、はい、いやーすごいああちょっとコメントにもあんですけど本当に変な女の子入ってきた 逃げたかもしれない。でもね、それでもそれはそれどうやってたりますけど、なんか確かにでも着物っていうのもね、普通ではない感じはありますよね。目立ちますからね、そのまま逃げたとしたら、目立つはずですよ。そうですよね。しなんかそのぐらい残って。 着物なんてね、それこそ、お祭りの時に着る浴衣とかね、くらいだから、着れない子がほとんどじゃないですかね、一人でなんてね。うん、確かにそうですね。っていう感じもありますよね。はありがとうございます。いや、今日もいっぱい県内の話があって、ついに今日は浜通りが出たということで、はい、エリア的には全制覇と。<laughs> そうですね。いや、まだじゃあ、まだ、まだ、細かくいきます、細かく。細かくいくとまだじゃないか。細かくいくとね。もう中通りだけでも、南と北とか、確かに、県北、県中、県南みたいなわけそうなんですよ。あるからね。山の階段も、あの、 阿武隈高知もあるし、大ウ山脈もあるし、しかもの、山もある。確かに確かに。ちょっとね、これは攻略に時間がかかる。確かに確かに。そうですね、細かく分ければ合図もありますからね。確かに合図北部と南合図とかね。確かに確かに。エリアがね、ひどい股と畳の話。なんでこんなピンポイント二百五252絶対福島県民だらこんなピンポイントで言ってくるんだって。 <laughs> ねありがとうございます。じゃあ、さて、ちょっと、えっと、最後に告知のお時間ということで、えー、ちょっと本日皆さんありがとうございました。では、ちょっと、じゃあ、最初、えっと、僕からということで、えっと、えっとですね、5月18日にですね、えっと、もう、あさってですかね、の9時半からですね、えっと、 僕らの心霊ドキュメンタリー2ということでですね、あのー、前回も出たホス村岡とですね、えっと、<え>昨今の心霊ドキュメンタリーについてですね、えー、あのー、あ<ー>語り合うというか、もうホスのこの分析を聞くということで、あの、前回までは今までの心霊ドキュメンタリーだったんですここは次からは2020年から24年くらいまでの流れということで、<laughs> すごいディープだ。 心霊ドキュメンタリー、今、こうなってるぜっていうのをですね。大好き。ホス。そう、ホス。あの、タヌキの穴蔵でも非常にお世話になっているホスもらう方ですね。最近僕の。何でも詳しいですよね、あの人。いや、すごいんですよ、あの人。もうめっちゃ詳しい。すごい。びっくりした。うん、資料も送られてきてるんですけど。まあ、資料って段階ですごいんですけど、資料送られてきてるんですけど、うん、あの、すごい年表とかまでついてて。<laughs> <laughs> <laughs> 参考文献とかで <laughs> すごい <laughs> それ売っていただきたいですね <laughs> お金出しますそうですねぜひぜひあの皆さん英語、えー、期待していただきましが18日でありますでもう一個がえっ、ー、と ちょっとツイッターの方で書いてます。7月の5日にですね、ジャパンホラーの現在地ということで、えっと、いろんなホラージャンルの方とが、あの、今日本のホラーの最先端ってこうだぜ、みたいなのがあるんですけど、それで僕が、えっと、インターネットと会談ということで、僕とカーナッキさんがロングインタビューが載っておりますのでですね、えっと、予約販売も発売、あの、出てますので、ぜひチェックしていただければなといったところであります。<ー>はい。 以上になります。えっ、ー、と、ではちょっと順番にです佐、ね、伯先生何か告知とありますでしょうかはい。えっ、ー、とですね、とにかく皆さん、<laughs> 福島のラーメン、美味しいです。<laughs> <laughs> <laughs> それは私の X のタイムラインをご覧ください。佐 <laughs> 伯 <laughs> 先生の一押しはちなみにどこですかね今はまだ、ええ、あの、東京からちょっと戻ってきたばっかりなんで、ええ、今まだ、 その放浪の旅をしている途中なんですよ。はい、その探求の旅。なるほど、なるほど。あの、はい、私の X の方でもまた、あの、流しますんで、私からは以上です。<laughs> <laughs> 何等しません <laughs> 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 何等しませまあでもね、<laughs> ぜひですね、福島来た時にね、さき先生のあの、X を参考にラーメン屋さん探しをしていただければね、あの、<laughs> ついでにあの、はい、いっぱいねあの僕と佐伯先生と吉田会長で書いた会津階段の方にもあの結構現地がね乗ってるここにこういうのあるぜうん、うん、みたいなのもあったりするので、うん、会津階段片手に福島旅行なんていうのも階段を託的に非常にね。そう園長さんの今度6月の郡山の、はい、でのイベントもあってあ、えーえー、それに関連してね。あの、えー X の方でも、あの、美味しいものをおっしゃってたんで、そちらも、あ、ちょっとご参考にしていただきたいですよね。<laughs> ぜひ、はい、えぜひあの、氷山を中心に、あの、会場氷山なので、氷山を中心にグルメ情報をですね、これでもかと載せているので、あと、指摘があったのは、やけにデカ盛りの店進めるのは何なんですかと。<laughs> <laughs> <laughs> あったんですけど、まあ、それはね。いっぱいあった方がね、美味しいそう。美味しいじゃんっていうね、あの、ぜひ参考にしていただければということで、ありがとうございます。 でおたけさん、告知ありますでしょうか、はいえー、まずです、ね、今週末5月18日の、はいえー、午後2時から、ですね、えー、出稼ぎ階段イン福岡ということで、えー、<ー>翔平さん、北の階段師、翔平さんと、えー、井山良吉さんと小森咲香さんが3人であの各地に、地方に行って階段をこうどさまわりして回る。うんうんうん イベントが福岡にやってきます。それの私が今回保護者役ということでゲストで作 <laughs> ってますあの。保護者ってどういう役割で何をするのかとかは一切まだ聞いてません。何をするかは分かってないんですが、こちらあのまだチケットありますのであのあ、そういうのあるんだって近い方はぜひお越しください。あと配信チケットありまして、ちょっと変わった構成になってます。1部、2部、3部、4部と配信ありまして、 123がそれぞれ、えー、小森さん、えー、井山さん、翔平さんがそれぞれ一人語りをする配信が見ていただけます。一個ずつ個別に変えます。それで4部は私も含めた4人でわちゃわちゃしてる様子が見られるのでぜひ配信でもご覧くださいというのと、あとまだ告知会見になってないんですが、うっすら夏に私、福島より北の方に行きますというのと、<ー> <laughs> とあと、あと えーと、と主催なので、フライング、告知会見6月22日なんですけど、フライングでちょっと言おうと思ってたのかえー、と、私、福岡で活動してまして、えー、気絶解説という自主企画をやっております。それが、あの、私の本当に大好きな人しか呼ばないっていう会談会で、えー、と、私とゲストの方を2人をお呼びして、今まで各3回やってきました。で、 第4回の開催が決定しました、えー。8月の25日の日曜日の18時から、えー、こちら、えー、季節解説の最終回となります。で、最終回は、あの、口解禁前なんでゲストと誰々かは言えないんですけど、察しのいい人ならわかるでしょう。あの、誰が来るか。<laughs> 誰が来るかわかるでしょう。 察しのい,い、すごく察しの良くて、すごいこう、それなら行くぜっていうマインドのある人は、あのこっそり私に DM くれたら対応する。マインドのある人は言ってください以上です。ありがとうございますああの一言言うとしたら、えー、頑張りますって感じですね。<laughs> なるほど。 <laughs> はいありがとうございますママなのか、はい、そう大竹ママですね <laughs> ママですママです、ね、大竹ママありがとうございますえっと星野さんのいいか告知ありますでしょうかはいえー、っとですね、ま、毎月第三日曜日になりまして、うん、今度アイズクラブの怖い部屋というのをやっておりますというのと あと来月6月の2日にですね、うん、三好一平さん主催の会談は大人の童話に、うん、ボリューム2というと私、出ますと,いうと、うん、あと7月になるんですけれどもですね、うん、7月13日土曜日会津若松であの嫁坊さんという方がいらっしゃいましてうん、うん、それであの戸上さんが主催するあの高崎会談とその嫁坊さんが主催する会津ゆずる会談会 というですね。有識、うん、会談会、えー、かな。佐、う、伯、ん、先生と一緒に。はい。そうそれそれが私が言いたかったことだ。斉木先生、言ってしまった。ということですね。はい。あそれ生きてんだよな。あともう一つあと YouTube でたぬきの穴倉という。 チャンネルをやっておりますんで、うん、毎日、あの、階段語ってます。階段、エクストリームユニット、狸の穴倉ですね。<あ>ねはい、ね。これは、あれ、ですかね <laughs> 星,星野さんのあれをチェックして、X から行くと、あれですかね。あ<れ>か、キ、まあの穴倉で検索していただければい、ねね、はい。もしくは、キの穴倉で検索すれば、できますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、お友さん告知とありますでしょうかはい、えー、私、あのー、 いう、階段作家の言うぐれかゆうさんという方と階段ユニットテラサマナーズという、えー、コンビを組んでやってます。えー、YouTube チャンネルもやってるんですが、あまり階段はやってません。はい。えー、ふざけたことばかりやってるんですけども、もしよろしければご覧ください。<laughs> あと、もし福島県にいらっしゃるという予定のある方は、ぜひですね、岩き石炭化石館 <laughs>、えー、こちらに足を運んでいただければと思います。ああ <laughs> 恐竜の化石ですとか。はい。 あと、炭の産地なんですね、岩木市が。<laughs> はい。ということで、ね、当時のその、観鉱のこう、どんなことをやってた <laughs> って、老人形が、真っ暗い洞窟の中に飾られてるとこがあるんですけど、めっちゃ怖いんで。<laughs> めっちゃ怖い。超怖い。<ある> <laughs> 下手なお化け屋敷より怖いんで、ぜひ<怖い>。<laughs> 行ってみていただければと思います。以上です。僕、子供の時、恐竜好きだったんで、恐竜見に行ってわーってなるんですけど、絶対あのコーナーには近寄りたくなくて、ギャンな気するから。一緒です、私も。超怖い。あれあの、甲府たちが喋ってませんでした。喋る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 。今年一丁の甲府たちが喋って。喋ってた。怖園んだよな、あれ。ドラムカンブロに入ってる老人形がいて、ドラにちょっと動くんですよ。そう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 。 に動くんですローカルすぎる。めっちゃ怖いん怖い、あれは超怖い。タ田、河石田。ぜひチェックしていただければ。ご覧ください。あと、あの、ぜひ、あの、化石好きな方、ホルルっていうのがあって、あそこで化石掘り体験ができるんですよね。誰でも。うんうん。で、あの、実際になんかその、なんだけど、貴重なものが出たこともあるし、一般の人がパッって出ちゃうこともあるし、 うちのね、おお姉がね、一回子供たちと僕と子供たち連れて行った時に、うちの姉が適当にパコーンって割ったら、サメの葉出てきて、それはもうお持ち帰りしていいとい。とで、<ー>みたいな感じで出、ね、<ー>メガロんですか <laughs> じゃないじゃない、先それは、それは博物館行きす佐先生、それは。<laughs> <laughs> <laughs> そんな、そんなあるじゃないですでもなんか、なのでね、恐竜とかね、あの化石とか興味ある方はですね、ぜひそれもおすすめでありますね。炭鉱が好きな方もぜひ。はい。炭鉱が好ドラム缶風呂。怖すぎるドラム缶風呂。怖すぎるドラね、ありがとうございます。炭鉱階段。ああ、僕はないけど、これってどうなんだろう九州とか結構でも炭鉱のイメージああ、ありますね。ありますけどね。ありますね。 井山さんの会談で聞いたことありますね。あ、炭鉱。炭鉱というか、その、そういう博物館かなんかで、そういう人形が。動いてて。で、その一部の人形がすごい。いや、いみたいな。あの。まあ、を言ってる人形があったんだけど、後々。もう一回行ってみたら、そんな人形なかった。へえ。そういう話が確か井山さんの話。井山ちゃんの。いわきの会の時に。あの。子供の。 が出てくるあのお話された時もあれも炭鉱やった後じゃなかったですかそうですねあの方のね、えー、語る話でしょいわきもはーすげえーもあの話はね川名先生がもう本に書いてたような気もしますね<ー>はい。確かそうですねうん、うん、でもねそう炭鉱が絡んできた っていうちょっと記憶がありますね。はあ<ー>、うん、なるほど。へえ、あるんですね。うん。はあ、ありがとうございます。いや、今日こうやって、ああ、あったあった、怖い、怖い。ああ、コメントもある。はあ、ありがとうございます。今日本当に、あのー、まあ福島県出身者5人ということであの、なぜか東北で福島出身者が大量にいるという1エリアで、かかわらず、<laughs> 先代は聞かないっていう、全然誰も聞かないっていうな、<laughs> なんで福島にこんな集中してんのっていう <laughs>、あれでございましたけど、<laughs> まあ、シャープ2ということで、シャープ1の方がですね、あの、YouTube で僕のチャンネルの方に上がっておりますので、そちらの方で、あの、聞いていただければと。あの、 そこで、あの、今回話されたですね、あの、お手元さんの、あの、Z 池のお話も聞けますのでですね、<laughs> ぜひチェックしていただければなと思います。<laughs> で、この、福島すま海進撃シャープツは来月の中旬頃、目安で YouTube の方に載る予定、アーカイブが載る予定ですので、よろしくお願いいたします。というわけで、えー、皆さん本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました,、えーえー、また。ありがとうございました。した夏に向けて、また皆さん、あの、僕ら、えー あの、シーズンが来るのでね、頑張っていきましょう。白河の話しないですからね。あ白河、そう、県南ね。そう、の話もね。そう、県南ね。南の話し,したいですね。矢吹 <laughs> のししいですね。 剣北もね。そうですね。剣北とね、この県境沿いとかね、あと、桂尾とかね、ここら辺とかもね。ああ。見直しろこの話とかもしてないですよ。ああ、してないですね。ちょっと埋めていきましょう。阿武隈川の話もしたいな。阿武隈川の話もね。阿武隈川。UFO の話、あの、剣北の。ああ、そうですね。そうですね。UFO。阿川もあります。はい。確かに、確かに。あっちの飯野のね、UFO ね。 この間 UFO と吊るしビナのコラボっつっても、も、うん、頭がおかしいとしか思えないイベントで、びっくりしましたけどね <laughs> ど。何をどうしたらこれから出るだみたいなのやってましたど、ね。<laughs> どんなセンスなんでうそうぜひですね、もう皆さん、これからもシャープ3あのやってきますのであの、よろしくお願いいたします。というわけで、あの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではおやすみなさい。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 